英日商品夏目漱石こちらは LibriVox です LibriVox の録音はすべてパブリックドメインですボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください urllibrivox.org 元日贈入を送って書斎に引き取るとしばらくして三四人来たいずれも若い男である そのうちの一人がフロックを着ている。着慣れないせいか、メルトンに対して妙に遠慮する傾きがある。後の者は皆和服で、かつ普段着のままだから、とんと正月らしくない。この連中がフロックを眺めて、やあ、やあと一つずつ言った。みんな驚いた証拠である。自分も一番後で、やあと言った。フロックは白いハンケチを出して、 用もないい顔を拭いた。そうしてしきりに塗装を飲んだ。他の連中も大いに禅のものをつっついている。ところへ虚子が車で来た。これは黒い羽織に黒い紋付きを着て極めて旧式に決まっている。あなたは黒紋付きを持っていますがやはり能をやるからその必要があるんでしょうと聞いたら虚子がええそうですと答えた。そうして一つ歌えませんかと言い出した。 自分は歌ってもようござんすと応じた。それから二人して倒木というものを歌った。よほど以前に習っただけで、ほとんど復讐ということをやらないから、ところどころ甚ははだ曖昧である。その上我ながらおぼつかない声が出た。ようやく歌ってしまうと聞いていた若い連中が、申し合わせたように自分をまずいと言い出した。中にもフロックはあなたの声は ひょろひょろしていると言った。この連中は元来歌いのうの字も心得ない者どもである。だから虚子と自分の優劣はとてもわからないだろうと思っていた。しかし批評をされてみると素人でも理の当然なところだからやむを得ない。馬鹿を言えという勇気も出なかった。すると虚子が近来鼓を習っているという話を始めた。歌いのうの字も知らない連中が一つ打ってごらんなさい。 ぜひ、お聞かせなさいと所望している。巨子は自分に、じゃああなた、歌ってくださいと依頼した。これは林の何者たるを知らない自分にとっては迷惑でもあったが、また、斬新という興味もあった。歌いましょうと引き受けた。巨子は、シャフを走らして、鼓を取り寄せた。鼓が来ると、台所から七輪を持ってこさして、カンカンいう炭火の上で、鼓の皮を炙り始めた。 みんな驚いて見ている。自分もこの猛烈なあぶり方には驚いた。大丈夫ですかと尋ねたら、ええ、大丈夫ですと答えながら、指の先で張り切った、皮の上をカンと弾いた。ちょっといい寝がした。もういいでしょうと七輪から下ろして、鼓の尾を締めにかかった。文服の男が赤い尾をいじくっているところが、なんとなく品がいい。今度はみんな感心して見ている。 挙手はやがて羽織を脱いだ。そうして鼓を買い込んだ。自分は少し待ってくれと頼んだ。第一彼が、どこいらで鼓を打つか見当がつかないから、ちょっと打ち合わせをしたい。挙手はここで掛け声をいくつかけて、ここで鼓をどう打つから、おやりなさいと念ごろに説明してくれた。自分にはとても飲み込めない。けれども、合点の行くまで研究していれば、二三時間はかかる。やむを得ず、 いい加減に了承した。そこで、羽衣の癖を歌い出した。春霞、み、棚引きに蹴ると、半行ほど来るうちに、どうも出がよくなかったと後悔し始めた。はだ無勢力である。けれども途中から急に震い出しては、相対の調子が崩れるから、いび陰柔のまま少し押していくと、虚子がにわに大きなかき声をかけて、鼓をカンと一つ打った。 自分は虚子がこう猛烈に来ようとは夢にも予期していなかった。元来が優美な悠長なものとばかり考えていた掛け声はまるで真剣勝負のそれのように自分の鼓膜を動かした。自分の歌いはこの掛け声で二三度波を打った。それがようやく静まりかけた時に虚子がまた腹いっぱいに横合いから脅かした。自分の声は脅かされるたびによろよろする。 そうして小さくなる。しばらくすると聞いているものがクスクス笑い出した。自分も内心からバカバカしくなった。その時フロックは真っ先に立ってドッと吹き出した。自分も調子につれて一緒に吹き出した。それから散々な批評を受けた。中にもフロックのは最も皮肉であった。挙子は微笑しながら仕方なしに自分の鼓に、 自分の歌いを合わせてめでたく歌いを収めた。やがてまだ回らなければならないところがあると言って車に乗って帰っていった。あとからまたいろいろ若い者に冷やかされた。細君まで一緒になって夫を草した末高浜さんが鼓をおうちなさるとき地盤の袖がピラピラ見えたが大変いい色だったと褒めている。フロックはたちまち賛成した。自分は虚子の地盤の袖の色も。 袖の色のピラピラするところも決していいとは思わない。ショー終わり。この録音はパブリックドメインです。リ i b r i v o x o r グのために録音されました。蛇。軌道を開けて表へ出ると大きな馬の足跡の中に網がいっぱい溜まっていた。土を踏むと。 泥の音が足の裏へ飛びついてくる。かかとを上げるのが痛いくらいに思われた。手置きを右の手に下げているので、足の抜き差しに都合が悪い。わどく踏みこたえるときには、腰から上で調子を取るために、手に持ったものを放り出したくなる。やがて手置きの尻をどっさと泥の底に据えてしまった。危うく倒れるところを手置きの絵にのしかかって向こうを見ると、 おじさんは一軒ばかり前にいた。ミノを着た肩の後ろから三角に張った網の底がぶら下がっている。この時かぶった傘が少し動いた。傘の中からひどい道だと言ったように聞こえた。ミノの影はやがて雨に吹かれた。石橋の上に立って下を見ると黒い水が草の間から押されてくる。普段は黒節の上を三寸とは越えない底に長芋が。 うつらうつらと動いて、見てもきれいな流れであるのに、今日はそこから濁った。下から泥を吹き上げる。上から網が叩く。真ん中を渦が重なり合って通る。しばらくこの渦を見守っていたおじさんは、口の内で、取れる、と言った。二人は橋を渡ってすぐ左へ切れた。渦は青い田の中をうねうねと伸びていく。どこまで押していくかわからない流れの跡をつけて、 一丁ほど来た。そうして広い田の中にたった二人寂しく立った。雨ばかり見える。おじさんは傘の中から空を仰いだ。空は茶壺の蓋のように暗く封じられている。そのどこからか隙間なく雨が落ちる。立っているとザーッという音がする。これは身につけた傘と美濃にあたる音である。それから四方の田にあたる音である。 向こうに見える温の森にあたる音も遠くから混じってくるらしい森の上には黒い雲が杉の小勢に呼び寄せられて奥深く重なり合っているそれが次年の思いでだらりと上の方から下がってくる雲の足は今杉の頭に絡みついたもう少しすると森の中へ落ちそうだ気がついて足元を見ると渦は限りなく水上から流れてくる 清様の裏の池の水があの雲に襲われたものだろう。渦の形が急に勢いづいたように見える。おじさんはまた巻く渦を見守って、取れるとさも何者をか取ったように言った。やがて美濃を着たまま水の中に降りた。勢いのすさまじい割にはさほど深くもない。立って腰まで浸かるくらいである。おじさんは川の真ん中に腰を据えて、清の森を正面に、 川上に向かって、肩にかついだ網をおろした。二人は、雨の音の中にじっとして、まともに押してくる渦の格好を眺めていた。魚がこの渦の下を、気をのいけから流されて通るに違いない。うまくかかれば、大きなのが取れると、一心にすごい水の色を見つめていた。水はもとより濁っている。上川の動く具合だけで、どんなものが水の底を流れるか全くわかりかねる。 それでもまばたきもせずに水際まで使ったおじさんの手首の動くのを待っていた。けれどもそれがなかなかに動かない。雨足は次第に黒くなる。川の色はだんだん重くなる。渦の門は激しく水上からめぐってくる。この時どす黒い波が鋭く目の前を通り過ごそうとする中にちらりと色の変わった模様が見えた。まばたきを許さぬとっさの光を受けたその模様には。 長さの感じがあった。これは大きなうなぎだなと思った。途端に流れに逆らって網の絵を握っていたおじさんの右の手首が箕の下から肩の上まで跳ね返るように動いた。続いて長いものがおじさんの手を離れた。それが暗い雨の降りしきる中に重たい縄のような曲線を描いて向こうの土手の上に落ちた。と思うと草の中からむくりと鎌首を一尺ばかり持ち上げた。 そうして、持ち上げたまま、きっと二人を見た。覚えていろ。声は確かにおじさんの声であった。同時に鎌首は草の中に消えた。おじさんは、青い顔をして、蛇を投げたところを見ている。おじさん、今、覚えていろと言ったのはあなたですか。おじさんは、ようやくこっちを向いた。そうして、低い声で、誰だかよくわからないと答えた。今でもおじにこの話をするたびに、 誰だかよくわからないと答えては妙な顔をする。ショー終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。泥棒。寝ようと思って次の前へ出るとこたつの匂いが分とした。顔への帰りに火が強すぎるようだから気をつけなくてはいけないとさえに注意して。 自分の部屋へ引き取ったもう十一時を過ぎている。床の中の夢は常のごとく安らかであった。寒いわりに風も吹かず、半晶の音も耳に答えなかった。熟睡が時の世界を盛りつぶしたように正体を失った。すると忽然として女の鳴き声で目が覚めた。聞けば「もよ」という下女の声である。この下女は驚いてうろたえると、いつでも鳴き声を出す。 この間、うちの赤ん坊を湯に入れたとき、赤ん坊が湯気に上がって、引きつけたと言って、五分ばかり泣き声を出した。自分がこの下女の異様な声を聞いたのは、それが初めてである。すすり上げるようにして早口に物を言う。訴えるような、口説くような、詫びを入れるような、常人の死を悲しむような、到底普通の凶悪の場合に出る、鋭くって短い関東市の調子ではない。 自分は今言うとおりこの異様の声で目が覚めた声は確かにサイの寝ている次の部屋から出る同時に襖を漏れて赤い火がさっと暗い書斎にいした今開けれるまぶたの裏にこの光が届くや否や自分は火事だと合点して飛び起きたそうしていきなり隔ての空紙をガラリと開けたその時自分はひっくり返ったこたつを想像していた いたた。布団を想像していたみなぎる煙と燃える畳とを想像していたところが開けてみるとランプは例のごとくともっている妻と子供は常の通り寝ているこたつは酔いの位置にちゃんとあるすべてが寝る前に見た時と同じである平和である暖かであるただ下女だけが泣いている下女は妻の布団の裾を押さえるようにして 早口に物を言う。妻は目を覚ましてパチパチさせるばかりで別に起きる様子もない自分は何事が起こったのかほとんど半じかねて敷居アに突っ立ったままぼんやり部屋の中を見回した途端に下女の泣き声のうちに泥棒という虹が出たそれが自分の耳に入るや否や全てが解決されたように自分はたちまちさえの部屋を大股に横切って 次の間に飛び出しながら、なんだ、と怒鳴りつけた。けれども、飛び出した次の部屋は真っ暗である。続く台所の雨戸が一枚外れて、美しい月の光が部屋の入り口まで差し込んでいる。自分は真夜中に人の住まいの奥を照らす月間を見て、おのずから寒いと感じた。素足のまま板の間へ出て、台所の流し元まで来てみると、辺りは浸透している。表を覗くと、 月ばかりである自分は戸口から一歩も外へ出る気にならなかった。引き返して崔のところへ来て「泥棒は逃げた。安心しろ。何も取られやしない」と言った。崔はこの時ようやく起き上がっていた。何も言わずにランプを持って暗い部屋まで出てきてタンスの前にかざした。観音開きが取り外されている。引き出しが開けたままになっている。崔は自分の顔を見て。 やっぱり、取られたんですと言った。自分もようやく、泥棒が取った後で逃げたんだと気がついた。なんだか急にバカバカしくなった。片方を見ると、泣いて起こしに来た下女の布団が取ってある。その枕元にもう一つタンスがある。そのタンスの上にまた洋団子が乗っている。暮れのことなので、医者の役霊の他がこのうちに入っているのだそうだ。さらに調べさせると、こっちの方は元の通りだと言う。 下女はがいて縁側の方から飛び出したので、泥棒もやむを得ず仕事の中途で逃げたのかもしれない。そのうち他の部屋に寝ていた者も,もみんな起きてきた。そうしてみんないろいろなことを言う。もう少し前にこ用いに起きたのにとか、今夜は寝つかれないで二時頃までは目が冴えていたのにとか、ことごとく残念そうである。その中で塔になる長女は、泥棒が台所から入ったのも、 泥棒が、みしみし縁側を歩いたのも、すっかり知っていると言った。あらまあと、おふささんが驚いている。おふささんは十八で、長女と同じ部屋に寝る親類の娘である。自分はまた、床へ入って寝た。あくる日はこの騒動で、例よりは少し遅く起きた。顔を洗って、朝飯をやっていると、台所で下女は泥棒の足跡を見つけたとか、見つけないとか騒いでいる。面倒だから書斎へ引き取った。 引き取って、十分も経ったかと思うと、玄関で、頼むという声がした。勇ましい声である。台所の方へ通じないようだから、自分で取り次ぎに出てみたら、純さんが格子の前に立っていた。泥棒が入ったそうですね、と笑っている。戸締まりはよくしてあったのですかと聞くから、いや、どうもあまりよくありませんと答えた。じゃあ仕方がない。締まりが悪いと、どこからでも入りますよ。 一枚一枚雨戸へ釘を刺さなくちゃいけませんと注意する。自分は、はあはあと返事をしておいた。この巡査に会ってから、悪いものは泥棒じゃなくて、太り締まりな主人であるような心持ちになった。巡査は台所へ回った。そこで白衣を貫いて、紛失したものを手帳に書きつけている。主人の丸帯が一本ですね。丸帯というのは何ですか丸帯と書いておけばわかるですか そう、それでは、主人の丸帯が一本と、それから、下女がニヤニヤ笑っている。この巡査は、丸帯も、腹合わせも一向を知らない、すこぶる、短観な面白い巡査である。やがて、紛日の目録を十点ばかり書き上えて、その下に価格を記入して、すると、閉めて百五十円になりますねと、念を押して帰っていった。自分は、この時初めて、何を取られたかを明瞭に知った。亡くなったものは十点。 ことごとく帯である。ゆうべ入ったのは帯泥棒であった。お正月を眼前に控えた際は、異な顔をしている。子供が三ヶ日にも着物を着替えることができないのだそうだ。仕方がない。昼過ぎには刑事が来た。座敷へ上がっていろいろ見ている。桶の中にろうそくでも立てて仕事をシェアしないかと言って、台所の後期まで調べていた。まあお茶でもおあがんなさいと言って。 日当たた。りののいい茶の間へ座らせて話をした泥棒は大抵北や浅草辺りから電車でやってきて明くる日の朝また電車で帰るのだそうだ大抵は捕まらないものだそうだ捕まえると刑事の方が損になるものだそうだ泥棒を電車に乗せると電車賃が損になる裁判に出ると弁当代が損になる鬼滅費は警視庁が半分取ってしまうのだそうだ。 りりを各警察へ割り振るのだだそうだ押し込めには刑事がたった三四人しかいないのだそうだ。警察の力なら大抵のことはできるものと信じていた自分ははなはだ心細い気がした。話をして聞かせる刑事も心細い顔をしていた。出入りの者を呼んで戸締まりを直そうと思ったら早にく暮れで用が立て込んでいて来られない。そのうちに夜になった。 仕方がないから元の通りにしておいて寝る。みんな気味が悪そうである。自分も決していい心持ちではない。泥棒は各自勝手に取り締まるべきものであると警察から宣告されたと一般だからである。それでも昨日の今日だからまあ大丈夫だろうと気を楽に持って枕についた。するとまた夜中に犀から起こされた。さっきから台所の方がガタガタ言っている。 君が悪いから、起きてみてくださいと言う。なるほど、ガタガタ言う。サはもう泥棒が入ったような顔をしている。自分はそっと、床を出た。忍び足にさえの部屋を横切って、隔ての襖のそばまで来ると、次のまでは下女がいびきをかいている。自分はできるだけ静かに襖を開けた。そうして、真っ暗な部屋の中に一人立った。ごとりごとりという音がする。 確かに台所の入り口である。暗い中を影の動くように、見足ほど音のする方へ近づくと、もう部屋の出口である。障子が立っている。外はすぐ板敷きになる。自分は障子に身を寄せて、暗がりで耳を立てた。やがて、ごとりと言った。しばらくしてまたごとりと言った。自分はこの怪しい音を約四五辺聞いた。そうして、これは板敷きの左にある。 戸棚の奥かから出るに違いないといなととうことを確かめたたちまち普通の歩調と尋常の所作をしてサイの部屋へ帰ってきた。ネズミが何かかじっているんだ。安心しろと言うと、サイはそうですかとありがたそうな返事をした。それからは二人とも落ち着いて寝てしまった。朝になってまた顔を洗って茶の間へ来ると、サイがネズミのかじったかつぶしを前の前へ出して、 ゆうべのはこれですよ、と説明した。自分ははあなるほどと一晩中無残にやられたかつ串を眺めていたすると妻はあなたついでにネズミを追っておかかをしまってくださればいいのにと少し笛がましく言った自分もそうすればよかったとこの時初めて気がついた章終わりこの録音はパブリックドメインです リ l リボックスドットオ g のために録音されました。書き。キーちゃんという子がいる。滑らかな皮膚と鮮やかな瞳を持っているが、頬の色は発育のいい。世間の子供のようにざ々していない。ちょっと見ると一面に黄色い心持ちがする。お母さんがあまり可愛がりすぎて表へ遊びに出さないせいだと出入りの女髪結いが評したことがある。お母さんは即発の生える今のように、 昔風のマげを、四日目四日目にきっと言う女で、自分の子を、きいちゃん、きいちゃんといつでもちゃんづけにして呼んでいる。このお母さんの上に、また、切り下げのおばあさんがいて、そのおばあさんがまた、きいちゃん、きいちゃんと呼んでいる。きいちゃん、おことのお稽古に行く時間ですよ。きいちゃん、むやみに表へ出て、そこいらの子供と遊んではいけません、などと言っている。きいちゃんは、これがために、 もっとも近所はあまり上等でない。前に塩せんべい屋がある。その隣に河原市がある。少し先へ行くと下駄の入れとイかけ錠前直しがある。ところがキイちゃんのうちは銀行のお役人である。塀の中に松が植えてある。冬になると植木屋が来て狭い庭に枯れ松葉を一面に敷いていく。 キーちゃんは仕方がないから学校から帰って退屈になると裏へ出て遊んでいる。裏はおっかさんやおばあさんが貼り物をするところである。よしが洗濯をするところである。暮れになると向こう鉢巻の男がうすをかしつてできて餅をつくところである。それからつけなに塩をふって樽へ漬け込むところである。きーちゃんはここへ出てお母さんやおばあさんやよしを相手にして遊んでいる。 時には相手のいないのにたった一人で出てくることがある。その時は浅い生垣の間からよく裏の長屋を覗き込む。長屋は五六軒ある。生垣の下が三四尺崖になっているのだから、キーちゃんが覗き込むとちょうど上から都合よく見下ろすようにできている。キーちゃんは子供心にこうして裏の長屋を見下ろすのが愉快なのである。造幣へ出るタッさんが 肌を脱いで酒を飲んでいると、お酒を飲んでてよ、とお母さんに話す。大工の玄坊が手をのを研いでいると、何か研いでてよ、とおばあさんに知らせる。そのほか、喧嘩をしててよ、焼き芋を食べててよ、などと、見下ろした通りを報告する。すると、よしが大きな声を出して笑う。おっさんもおばあさんも、面白そうに笑う。きいちゃんは、こうして笑ってもらうのが一番得意なのである。 きーちゃんが裏を覗いていると、時々、げ望のせがれのヨキチと顔を合わすことがある。そうして、三度に一度ぐらいは話をする。けれども、きーちゃんとヨキチだから、話の合うわけがない。いつでも喧嘩になってしまう。ヨキチが、なんだ、あおんぶくれと下から言うと、きーちゃんは上から、やい、花たらしこぞう、貧乏人、とさげすむように、丸い顎をしゃくってみせる。いっぺんはヨキチが怒って、 下から物干し竿を突き出したので、きいちゃんは驚いて家へ逃げ込んでしまった。その次にはきいちゃんが毛糸できれいにかがったゴン丸を崖下へ落としたのを、与吉が拾ってなかなか渡さなかった。お返しを、放っておくれよ、よう、い精一杯にせっついたが、与吉は丸を持ったまま上を見て威張って突っ立っている。謝れ、謝ったら返してやるという、きいちゃんは誰が謝るものか。 泥棒と言ったまま仕事をしているおっ母さんのそばへ来て泣き出したおっ母さんはむきになって表向きよしを取りにやると与吉の袋がどうもお気の毒様と言ったぎりでまりはとうとうきいちゃんの手に帰らなかったそれから三日たってきいちゃんは大きな赤い柿を一つ持ってまた裏へ出たすると与吉が例のとおり崖下へ寄ってきたきいちゃんは生き垣の間から赤い柿を出して これあげようかと言った。与吉は下から柿を睨めながら、なんで、なんで、そんなものいらねえやとじっと動かずにいる。いらないのいらなきゃおよしなさいと、きいちゃんは柿根から手を引っ込めた。すると与吉は、やっぱり、なんで、なんで、殴るぞと言いながら、なおと崖の下へ寄ってきた。じゃあ欲しいのときいちゃんはまた柿を出した。欲しいもんけ、そんなものと、与吉は大きな目をして見上げている。 こんな問答を四五編繰り返した後で、きいちゃんは、じゃああげようと言いながら手に持った柿をパタリと崖の下に落とした。与吉は慌てて泥のついた柿を拾った。そうして拾いやいなやがぶりと横に食いついた。その時与吉の鼻の穴が震えるように動いた。厚い唇が右の方に歪んだ。そうして食いかいた柿の一辺をペッと吐いた。そうして懸命の像を瞳の裏に集めて、 渋いや、こんなものと言いながら手に持った柿をきーちゃんに放りつけた柿はきーちゃんの頭を通り越して裏の物置に当たったきーちゃんはいやあいくいしん坊と言いながら駆け出して家へ入ったしばらくするときーちゃんの家で大きな笑い声が聞こえた章終わりこの録音はパブリックドメインです ドットオ r グのために録音されました。火鉢。目が覚めたら、ゆうべ抱いて寝たカイロが、腹の上で冷たくなっていた。ガラス戸越しに、ひさしの外を眺めると、重い空が、幅三尺ほど、鉛のように見えた。胃の痛みはだいぶ取れたらしい。思い切って、床の上に起き上がると、予想よりも寒い。窓の下には、昨日の雪がそのままである。風呂場は、コールでカチカチ光っている。 水道は凍りついて線が引かない。ようやくのことで温水摩擦を済まして茶の間で紅茶を茶碗に移していると、二つになる男の子が例の通り泣き出した。この子はおとといも一日泣いていた。昨日も泣き続けに泣いた。さらにどうかしたのかと聞くと、どうもしたのじゃない。寒いからだという。仕方がない。なるほど、泣き方がぐずぐずで痛くも苦しくもないようである。けれども泣くくらいだから、 どこか不安なところがあるのだろう。聞いていると、しまいにはこっちが不安になってくる。時によると、子肉らしくなる。大きな声で叱りつけたいこともあるが、何しろ、叱るにはあまり小さすぎると思って、つい我慢をする。おとといも、昨日もそうであったが、今日もまた一日そうなのかと思うと、朝から心持ちが良くない。胃が悪いのでこの頃は、朝飯を食わぬお着手にしてあるから、紅茶茶茶碗を持ったまま、書斎へ退いた。 火鉢に手をかざして少し温まっていると子供は向こうの方でまだ泣いているそのうち手のひらだけは煙が出るほど熱くなったけれども背中から肩へかけてはむやみに寒いことに足の先は冷え切って痛いくらいであるだから仕方なしにじっとしていた少しでも手を動かすと手がどこか冷たいところに触れるそれが棘にでも触ったほど神経に応える首をぐるりと回してさえ 首の付け根が着物の襟にひやりと滑るのが耐え難い感じである。自分は寒さの圧迫を四方から受けて十畳の書斎の真ん中にすくんでいた。この書斎は板の間である。椅子を用いべきところを絨毯を敷いて普通の畳のごとくに想像して座っている。ところが敷物が狭いので四方とも二尺型はツルツルした板の間がむき出しに光っている。じっとしてこの板の間を眺めてすくんでいると、 男の子がまだ泣いている。とても仕事をする勇気が出ない。ところへ妻が、ちょっと時計を拝借と入ってきて、また雪になれましたという。見ると細かいのがいつの間にか降り出した。風もない濁った空の途中から、静かに急がずに冷酷に落ちてくる。おい、去年子供の病気でストーブを焚いた時には、炭代がいくら行ったかな。あの時は月杖に28円払いました。 自分はサイの答えを聞いて座敷ストーブを断念した。座敷ストーブは裏の物置に転がっているのである。おいもう少し子供を静かにできないかな。サイはやむを得ないというような顔をした。そうして言った。おまささんがお腹が痛いってだいぶ苦しそうですから林さんでも頼んでみてもらいましょうか。おまささんが二、三日寝ていることは知っていたがそれほど悪いとは思わなかった。早く医者を呼んだらよかろうと。 こっちから促すように注意すると、冴はそうしましょうと答えて、時計を持ったまま出て行った。襖を立てるとき、どうもこの部屋の寒いことと言った。まだかじかんで仕事をする気にならない。実を言うと仕事は山ほどある。自分の原稿を一回分書かなければならない。ある未知の青年から頼まれた短編小説を二三遍読んでおく義務がある。ある雑誌へ、ある人の作を手紙をつけて紹介する約束がある。 この二三ヶ月中に読むはずで読めなかった書籍は机の横にうずく積んであるこの一週間ほどは仕事をしようと思って机に向かうと人が来るそうして皆何か相談を持ち込んでくるその上に胃が痛むその点から言うと今日は幸いであるけれどもどう考えても寒くて億っで火鉢から手を離すことができないすると玄関に車を横付けにしたものがある下女が来て 長澤さんがおいでになりましたという。自分は火鉢のそばにすくんだまま、上目遣いをして、入ってくる長沢を見上げながら、寒くて動けないよと言った。長澤は懐から手紙を出して、この十五日は旧の正月だから、ぜひ都合してくれとか何とかいう手紙を読んだ。相変わらず金の相談である。長澤は十二時過ぎに帰った。けれどもまだ寒くてしようがない。 いっそ湯にでも行って元気をつけようと思って手ぬぐいを下げて玄関へ出かかるとごめんくださいという吉田に出くわした座敷へ上げていろいろ身の上話を聞いていると吉田はほろほろ涙を流して泣き出したそのうち奥の方では医者が来てなんだかごたごたしている吉田がようやく帰ると子供がまた泣き出したとうとう湯に行った湯から上がったら初めてあったかになった せいせいして家へ帰って書斎に入るとランプがついて窓掛けが折れている火鉢には新しい切り墨が生けてある自分は座布団の上にどっかりと座ったするとサイが奥から寒いでしょうと言ってそば湯を持ってきてくれたおマスさんの容談を聞くとことによると猛腸炎になるかもしれないんだそうですよと言う自分はそば湯を手に受けてもし悪いようだったら病院に入れてやるがいいと答えた サイがいいでしょうと茶の前へ引き取った妻が出て行ったら後が急に静かになった。まったくの雪の夜である。なっこは幸いに寝たらしい。熱いそば湯をすすりながら明るいランプの下で継ぎたての切り墨のパチパチになる音に耳を傾けていると赤い活気が囲われた灰の中でほのかに揺れている。時々薄青い炎が墨の股から出る。自分はこの火の色に 初めて一日の温かみを覚えた。そうして次第に白くなる灰の表を五分ほど見守っていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオーのために録音されました。下宿初めて下宿をしたのは北の高台である。赤レンガのこじんまりした二階建てが気に入ったので、 割合に高い一週二ポンドの宿料を払って裏の部屋を一間借り受けたその時表を占領している警視は目下スコットランド準優中でしばらくは帰られないのだと主婦の説明があった主婦というのは目のくぼんだ鼻のしゃくれた顎と頬の尖った鋭い顔の女でちょっと見ると都市格好の判断ができないほど女性を超越している勘ひがみ意地 気かぬき、疑惑、あらゆる弱点が穏やかな網花を散々にもてあそんだ結果、こうひねくれた人相になったのではあるまいかと自分は考えた。主婦は北の国に庭わしからぬ黒い髪と黒い瞳を持っていた。けれども言語は普通のイギリス人と少しも違ったところがない。引き移った当日、下から茶の案内があったので、降りて行ってみると、家族は誰もいない。 下向きの小さい食堂に自分は主婦とたった二人差し向かいに座った日の当たったことのないように薄暗い部屋を見回すとマントルピースの上に寂しい水仙が生けてあった主婦は自分に茶だのトーストをすすめながらよもやまの話をしたその時何かの表紙で生まれ故郷はイギリスではないフランスであるということを打ち明けたそうして黒い目を動かして 後ろのガラス瓶に刺してある水を顧みながら、イギリスは曇っていて寒くていけないと言った。花でもこの通りきれいでないと教えたつもりなのだろう。自分は腹の中でこの水仙の乏しく咲いた模様とこの女のひすばった頬の中を流れている色の冷めた血の滴りとを比較して遠いフランスで見るべき暖かな夢を想像した。主婦の黒い髪や黒い目のうちには 幾年の昔に消えた春の匂いの虚しき歴史があるのだろう。あなたはフランス語を話しますかと聞いた。いいや。と答えようとする舌先を遮って、二三句続けざまに滑らかな南の方の言葉を使った。こういう骨のかった喉からどうして出るだろうと思うくらい美しいアクセントであった。その言う晩餐の時は頭の剥げたひげの白い老人が卓についた。これが 私の親父ですと主婦から紹介されたので、初めて主人は年寄りであったんだと気がついた。この主人は妙な言葉遣いをする。ちょっと聞いても決して英人ではない。なるほど、親子して海峡を渡ってロンドンへ落ち着いたものだなと合点した。すると老人が私はドイツ人であると尋ねもせぬのに向こうから名乗って出た。自分は少し見当が外れたので、 そうですかと言ったきりであった。部屋へ帰って書物を読んでいると妙に下の親子が気にかかってたまらない。あのじいさんは骨張った娘と比べてどこも似たところがない。顔中は腫れ上がったように膨れている真ん中にずんぐりした肉の多い花が寝転んで細い目が二つついている。南の大統領にクルーゲルというのがあった。あれによく似ている。すっきりと 心持ちよくこっちの瞳に映る顔ではない。その上、娘に対してのものの言い方が和気を欠いている。歯が利かなくって、もぐもをしているくせになんとなく調子の荒いところが見える。娘も、親父に対するときは、謙遜な顔が、いとど謙遜になるように見える。どうしても普通の親子ではない。自分はこう考えて寝た。翌日、朝飯を食いに降りると、夕べの親子のほかに、 また一人家族が増えている。新しく食卓に連なった人は血色のいい愛嬌のある四十学校の男である。自分は食堂の入り口でこの男の顔を見た時初めて世紀のある人間社会に住んでいるような心持ちがした。マイ・ブラザーと主婦がその男を自分に紹介した。やっぱり亭主ではなかったのである。しかし兄弟とはどうしても受け取れないくらい顔立ちが違っていた。 その日は中敷を外でして3時過ぎに帰って自分の部屋へ入ると間もなく茶を飲みに来いと言って呼びに来た今日も曇っている薄暗い食堂の戸を開けると主婦がたった一人ストーブの横に茶器を控えて座っていた石炭を燃やしてくれたので幾分か陽気な感じがした燃えついたばかりの炎に照らされた主婦の顔を見ると薄くほてった上に心持ちおしろいをつけている 自分は部屋の入り口で化粧の寂しみということをしみじみと悟った。主婦は自分の印象を見抜いたような目遣いをした。自分が主婦から一家の事情を聞いたのはこの時である。主婦の母は二十五年の昔、あるフランス人に嫁いでこの娘をあげた。幾年か連れ添った後、夫は死んだ。母は娘の手を引いて、再びドイツ人のもとに嫁いだ。そのドイツ人が夕べの老人である。 今では、ロンドンンドドのウエスト仕立て屋の店を出して毎日毎日そこへ通勤している戦災の子も同じ店で働いているが親子非常に仲が悪い一つうちにいても口を聞いたことがない息子は夜きっと遅く帰る玄関で靴を脱いでたび裸足になって親父に知れないように廊下を通って自分の部屋へ入って寝てしまう母はよほど前に亡くなった死ぬ時に 自分のことをくれぐれも言いおいて死んだのだが、母の財産はみんな親父の手に渡って一銭も自由にすることができない。仕方がないからこうして下宿をして小遣いをこしらえるのである。アグニスは、主婦はそれより先を語らなかった。アグニスというのはここのうちに使われている十三氏の女の子の名である。自分はその時今朝見た息子の顔とアグニスとの間にどこか似たところがあるような気がした。 あたかもアグニスはトーストを抱えてクリアから出てきた。アグニストーストを食べるかいアグニスは黙って一遍のトーストを受けてまたクリアの方へ退いた。一か月の後自分はこの下宿を去った。章終わりこの録音はパブリックドメインです。のたた。めに録音されました 過去の匂い自分がこの下宿を出る2週間ほど前に、K 君はスコットランドから帰ってきた。その時自分は主婦によって K 君に紹介された。二人の日本人がロンドンの山の手のとある小さな家に偶然落ち合って、しかもまだ互いに名乗り交わしたことがないので身分も素性も経歴もわからない外国夫人の力を借りて、どうか何分と頭を下げたのは、 考えるると今もって妙な気がするその時この老霊城は黒い服を着ていた。骨張って油の抜けたような手を前へ出して、K さんこれが N さんと言ったが、全く言い切らない先にまた一本の手を相手の方へ寄せて、N さんこれが K さんと公平に双方を当分に引き合わせた。自分は老霊城の態度がいかにもおごすかで一種重要の木に満ちた形式を備えているのに。 少なからず驚かされた。慶君は自分の向こうに立って、きれいな二重山縁の尻にしわを寄せながら微笑を漏らしていた。自分は、笑うと言わんよりは、むしろ矛盾の寂しみを感じた。幽霊の媒酌で結婚の儀式を行ったら、こんな心持ちではあるまいかと、立ちながら考えた。すべてこの老齢状の黒い影の動くところは、生気を失って、たちまち戸籍に変化するように思われる。 誤ってその肉に触れれば触れた人の血がそこだけ冷たくなるとしか想像できない自分は殿外に消えてゆく女の足音に半ば神戸を巡らした老齢状が出て行った後で自分と K 君はたちまち親しくなってしまった K 君の部屋は美しい絨毯が敷いてあって白絹の窓掛けが下がっていて立派な安楽椅子とロッキングチェアが備え付けてある上に 小さな寝室が別に付属している。何より嬉しいのは絶えずストーブに火を焚いて惜しげもなく光った石炭を崩していることであるこれから自分はケイ君の部屋でケイ君と二人で茶を飲むことにした昼はよく近所の料理屋へ一緒に出かけた勘定は必ずケイ君が払ってくれたケイ君は何でも実行の調査に来ているとか言ってだいぶ金を持っていたうちにいるとエビ茶の室に 課長の縫い取りのあるドレッシングガウンを着て、はなはだ愉快そうであった。これに反して自分は、日本を出たままの着物がだいぶ汚れて、みともない始末であった。圭君は、あまりだと言って慎重の費用を貸してくれた。二週間の間、圭君と自分とはいろいろなことを話した。圭君が今に慶応内閣を作るんだと言ったことがある。慶応年間に生まれたものだけで内閣を作るから、 慶応内閣と言うんだそうである。自分に君はいつの生まれかと聞くから慶応三年だと答えたら、それじゃあ閣院の資格があると笑っていた。慶君は確か慶応二年か元年生まれだと覚えている。自分はもう一年のことで慶君と共に数期に算する権利を失うところであった。こんな面白い話をしている間に時々下の家族が噂に上ることがあった。 すると、ケイ君はいつでも眉を潜めて首を振っていた。アグニスという小さい女が一番かわいそうだと言っていた。アグニスは朝になると石炭をケイ君の部屋に持ってくる。昼過ぎには茶とバターとパンを持ってくる。黙って持ってきて黙って置いて帰る。いつ見ても青ざめた顔をして大きな潤いのある目でちょっと挨拶をするだけである。影のように現れては影のように降りてゆく。かつて足音のした試しがない。 ある時自分は不愉快だからこの家を出ようと思うと慶君に告げた。慶君は賛成して自分はこうして調査のため方を飛び歩いている体だから構わないが君などはもっとコンフォータブルなところへ落ち着いて勉強したらよかろうという注意をした。その時慶君は地中海の向こう側へ渡るんだと言ってしきりに旅装を整えていた。自分が下宿を出るとき老齢状は切に思いとまるようにと頼んだ。 下宿寮は負ける、K 君のいない間はあの部屋を使っても構わないとまで言ったが自分はとうとう南の方へ移ってしまった同時に K 君も遠くへ行ってしまった二三か月してから突然 K 君の手紙に接した旅から帰ってきた当分ここにいるから遊びに来いと書いてあったすぐ行きたかったけれどもいろいろ都合があって北の果てまで押しかける時間がなかった一週間ほどして イスリントントまで行く用事ができたのを幸いに帰りにイ君のところへ回ってみた表二階の窓から例の羽二重の窓掛けが引き絞ったままガラスに映っている自分は暖かいストーブとエビ茶のシスノを抜い取ると安楽椅子と快活なイ君の旅行団を予想して悼んで門を入って階段を駆け上がるようにノッカーをトントンと打った戸の向こう側に足音がしないから通じないのかと思って 再びノッカーに手をかけようとする途端に戸が地面と開いた自分は敷居から一歩中へ足を踏み込んだそうしてわびるように自分をじっと見上げているアグニスと顔を合わしたその時この3ヶ月ほど忘れていた過去の下宿の匂いが狭い廊下の真ん中で自分の嗅覚を稲妻のひらめくごとく刺激したその匂いのうちには黒い髪と黒い目とクルーゲルのような顔と アグニスに似た息子と息子の影のようなアグニスと彼らの間にわだかまる秘密を一度に一斉に含んでいた。自分はこの匂いを嗅いだとき彼らの上位、動作、言語、顔色を鮮やかに暗い地獄のうちに認めた。自分は二回上がってケ君に会うに耐えなかった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リブリボッックスドトオのたために録音されました猫の墓。早稲田へ移ってから猫はだんだん痩せてきた。一向に子供と遊ぶ景色がない。日が当たると縁側に寝ている。前足をそろえた上に四角な顎を乗せてじっと庭の植え込みを眺めたままいつまでも動く様子が見えない。子供はいくらそのそばで騒いでも知らぬ顔をしている。 子供の方でも初めから相手にしなくなった。この猫はとても遊び仲間にできないと言わんばかりに、給油を他人扱いにしている。子供のみではない。下女はただ三度の飯を台所の隅に置いてやるだけで、その他にはほとんど構えつけなかった。しかもその飯は大抵近所にいる大きなメケネ猫が来て食ってしまった。猫は別に怒る様子もなかった。喧嘩をするところを見た試しもない。 ただじっとして寝ていた。しかし、その寝方にどことなくゆとりがない。のんびり、楽々と身を横に、日光を漁しているのと違って、動くべき席がないために、これではまだ形容したりない。物うさの道をあるところまで通り越して、動かなければ寂しいが、動くとなお寂しいので、我慢してじっと辛抱しているように見えた。その目つきはいつでも庭の植え込みを見ているが、彼はおそらく、 木の葉も幹の形も意識していなかったのだろう。青みがかった黄色い瞳をぼんやり一所に落ち着けているのみである。彼がうちの子供から存在を認められぬように、自分でも世の中の存在をはっきりと認めていなかったらしい。それでも時々は用があると見えて、外へ出て行くことがある。するといつでも近所の三毛猫から追っかけられる。そうして怖いものだから縁側を飛び上がって、 立てきってある障子を突き破っていろりのそばまで逃げ込んでくる。うちの者が彼の存在に気がつくのはこの時だけである。彼もこの時に限って自分が生きている事実を満足に自覚するのだろう。これが度重なるにつれて猫の長い尻尾の毛がだんだん抜けてきた。はじめはところどころがポクポク穴のように落ち込んで見えたが、後には赤肌に抜け広がって、 見るも気の毒なほどにだらりと垂れて,ていた。彼は万事に疲れ果てた。体を押し曲げてしきりに痛い局部をなめだした。おい、猫がどうかしたようだなと言うと、そうですね。やっぱり年を取ったせいでしょうと、さイはしごく冷淡である。自分もそのままにして放っておいた。するとしばらくしてから今度は三度のものを時々吐くようになった。 喉のところに大きな波を打たして、くしゃみともしゃっくりともつかない苦しそうな音をさせる。苦しそうだけれどもやむを得ないから気がつくと表へ追い出す。でなければ畳の上でも布団の上でも容赦なく汚す。来客の用意にこしらえた八端の座布団は、大方彼のために汚されてしまった。どうもしようがないな。彫位が悪いんだろう。大炭でも水に溶いて飲ましてやれ。妻は何とも言わなかった。 2 3日してからホウタンを飲ましたかと聞いたら飲ましても駄目です口を開きませんという答えをした後で魚の骨を食べさせると吐くんですと説明するからじゃあ食わせんがいいじゃないかと少し剣道に叱りながら所見をしていた猫は吐き気がなくなりさえすれば依然としておとなしく寝ているこの頃ではじっと身をすくめるようにして自分の身を支える縁側だけが頼るであるというふうに いかにも切り詰めたうずくまり方をする。目つきも少し変わってきた。はじめは近い視線に遠くのものが映るごとく、正然たるうちにどこか落ち着きがあったが、それが次第に怪しく動いてきた。けれども目の色はだんだん沈んでゆく。日が落ちてかすかな稲妻が現れるような気がした。けれども放っておいた。さえも気にもかけなかったらしい。子供は無論猫のいることさえ忘れている。 ある晩彼は子供の寝るヤグの裾に腹ばいになっていたが、やがて自分の取った魚を取り上げられる時に出すようなうなり声を上げた。この時変だなと気がついたのは自分だけである。子供はよく寝ている。サイは針仕事に余念がなかった。しばらくすると猫がまた唸った。サイはようやく春の手をやめた。自分はどうしたんだ。夜中に子供の頭でもかじられちゃ大変だと言った。まさかとサイは また地盤の袖を縫いだした。猫は折々うなっていた。明るい日はいろろの縁に乗ったなり一日うなっていた。茶をついだり夜間を取ったりするのが気味が悪いようであった。が夜になると猫のことは自分もさえもまるで忘れてしまった。猫の死んだのは実にその晩である。朝になって下女が裏の物置に薪を出しに行った時はもう固くなって古いへっついの上に倒れていた。 妻はわざわざその死に様を見に行った。それから今までの冷淡に引きかえて急に騒ぎ出した。出入りのシャフを頼んで四角な墓標を買ってきて何か書いてやって下さいと言う。自分は表に猫の墓と書いて裏にこの下に稲妻を起こるよいあらんとしたためた。シャフはこのまま埋めてもいいんですかと聞いている。まさか仮装にもできないじゃないかと下女が冷やかした。 子供も急に猫をかいがり出した。墓標の左右にガラスの瓶を2ついけて萩の花をたくさんさした茶碗に水を汲んで墓の前に置いた花も水も毎日取り替えられた3日目の夕方に4つになる女の子が自分はこの時書斎の窓から見ていたたった一人墓の前へ来てしばらく白木の棒を見ていたがやがて手に持ったおもちゃの尺子を下ろして 猫に供えた茶碗の水をししゃくって飲んだ。それも一度ではない。萩の花の落ちこぼれた水の滴りは静かな夕暮れの中に幾たびか愛子の小さい喉を潤した。猫の命日には彩がきっと一切れの酒とかつぶしをかけた一杯の飯を墓の前に供える。今でも忘れたことがない。ただこの頃では庭まで持って出ずに大抵は茶の間のタンスの上へのせておくようである。 章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス。のために録音されました。暖かい夢。風が高い建物にあたって。思うごとく。マスクに抜けられないので。急に稲妻に折れて。頭の上から蓮に。敷石まで吹き下ろしてくる。 自分は歩きながらかぶっていた山高帽を右の手で押さえた前に客待ちの魚者が一人いる漁車台からこの有様を眺めていたと見えて自分が帽子から手を離して姿勢を正すや否や人差し指を縦に立てた乗らないかという不調である自分は乗らなかったすると魚者は右の手にげんこつを固めて激しく胸の辺りを打ち出した 二三軒離れて聞いていてもトントン音がする。ロンドンの魚舎はこうして己と我が手を温めるのである。自分は振り返ってちょっとこの魚舎を見た。灰かかった硬い帽子の下から霜に侵された厚い髪の毛がはみ出している。血統を継ぎ合わせたような荒い茶の街灯の背中の右にその肘を張って肩と平行になるまで怒らしつつ、 とんとん胸をたたいている。まるで一種の機械の活動をするようである。自分は再び歩き出した。道を行く者は皆追い越して行く。女でさえ遅れてはいない。腰の後ろでスカートを軽くつまんで、かかとの高い靴が曲がるかと思うくらい、激しく敷石を鳴らして急いで行く。よく見ると、どの顔もどの顔も切羽詰まっている。男は正面を見たなり、女は脇目も振らず、 ひたすらに我が志す方へと一直線に走るだけである。その時の口は固く結んでいる。眉は深く閉ざしている。花は険しくそびえていて、顔は奥行きばかり伸びている。そうして足は一文字に用のある方へ運んでいく。あたかも往来は歩くに堪えん。郊外は犬に忍びん。一刻も早く屋根の下へ身を隠さなければ生涯の恥辱である。 かのごとき態度である自分はのそのそ歩きながらなんとなくこの都に居づらい感じがした上を見ると大きな空はいつの世からか仕切られて切り岸のごとくそびえる左右の胸に余された細い帯だけが東から西へかけて長く渡っているその帯の色は朝からネズミ色であるが次第次第に飛び色に変じてきた建物はもとより灰色であるそれが 暖かい日の光に生み果てたように遠慮なく両側を塞いでいる広い土地を狭苦しい谷底の日陰にして高い太陽が届くことのできないように2階の上に3階を重ねて3階の上に4階を積んでしまった小さい人はその底の一部分を黒くなって寒そうに往来する自分はその黒く動く者の,のうちで最も緩慢なる一分子である谷へ挟まって をを失った風がこの底ううようにして通り抜ける黒いものは網の目を漏れた雑魚のごとく四方にパッと散ってゆく呪い自分もついにこの風に吹き散らされて家の中へ逃げ込んだ長い回廊をぐるぐる回って二つ三つはしご段を登るとバネ仕掛けの大きな戸がある体の重みをちょっと寄せかけるや否や音もなく地ねと身は 大きなガレリーの中に滑り込んだ目の下はまばゆいほど明らかである。後ろを振り返ると戸はいつの間にか閉まって、いるところは春のように暖かい。自分はしばらくの間、瞳を流らすために目をパチパチさせた。そうして左右を見た。左右には人がたくさんいる。けれどもみんな静かに落ち着いている。そうして顔の筋肉は残らず緩んで見える。 たくさんの人がこう肩を並べているのに、いくらたくさんいても一向苦にならない。ことごとく互いと互いを嫌らげている。自分は上を見た。上は大丸形の天井で、極彩色の濃く目に応える中に、鮮やかな金箔が胸を躍らすほどにさんとして輝いた。自分は前を見た。前は手すりでつきている。手すりの外には何もない。大きな穴である。自分は、 手すりのそばまで近寄って短い首を伸ばして穴の中をのぞいたするとはるかの下は絵に描いたような小さな人で埋まっていたその数の多い割に鮮やかに見えたこと人の海とはこのことである白黒黄青紫赤あらゆる明らかな色が大海原に起こる波紋のごとく騒然として遠くの底に五色の鱗を並べたほど小さくかつきれいにうごめいていた その時、このうごめくものがパッと消えて、大きな天井から遥かの谷底まで一度に暗くなった。今まで何千となく居並んでいたものは闇の中に葬られたぎり、誰やって声を立てるものがない。あたかもこの大きな闇に一人残らずその存在を打ち消されて、影も形もなくなったかのごとくに浸透している。と思うと遥かの底の 正面の一部分が四角に切り抜かれて闇の中から浮き出したようにぼーっといつの間にやら薄明るくなってきた。はじめはただ闇の段取りが違うだけのことと思っているとそれが次第次第に暗がりを離れてくる。確かに柔らかな光を受けておるなと意識できるぐらいになった時自分は霧のような光線の奥に不透明な色を見出すことができた。その色は黄と紫と藍であった。 ががてそののうちの黄と紫が動き出した。自分は両岸の視神経を疲れるまで緊張してこの動くものを瞬きもせず見つめていたもやは目の底からたちまち晴れ渡った遠くの向こうに明らかな日光の暖かに照り輝く海を控えて絹上着を着た美しい男と紫の袖を長く引いた美しい女が大草の上にはっきり現れてきた。 女が観覧の木の下に据えてある大理石の長い椅子に腰をかけたときに、男は椅子の横手に立って上から女を見下ろした。そのとき南から吹く暖かい風に誘われて、のどかな額の根が細く長く遠くの波の上を渡ってきた。穴の上も穴の下も一度にざわつき出した。彼らは闇の中に消えたのではなかった。闇の中で暖かなギリシャを夢見ていたのである。 章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。印象表へ出ると、広い通りがまっすぐに家の前を貫いている。試みに、その中央に立って見回してみたら、目にいる家はことごとく四階で、またことごとく同じ色であった。隣も向こうも、 区別のつきかねるくらいによった構造なので今自分が出てきたのは果たしてどの家であるか23軒行き過ぎて後戻りをするともうわからない不思議な街である夕べは汽車の音にくるまって寝た10時過ぎには馬のひづめと鈴の響きに送られて暗い中を夢のようにかけたその時美しい灯火の影が点々として何百となく瞳の上を往来した その他には何も見なかった。見るのは今が初めてである。二三度、この不思議な町を立ちながら、見上げ、見下ろした後、ついに左へ向いて、一丁ほど来ると、四つ角へ出た。よく覚えをしておいて、右へ曲がったら、今度は前よりも広い往来へ出た。その往来の中を馬車が幾両となく通る。いずれも屋根に人を乗せている。その馬車の色が、 赤であったり黄であったり青や茶や紺であったりしきりなしに自分の横を追い越して向こうへ行く遠くの方を透かしてみるとどこまで五色が続いているのかわからない振り返れば五色の雲のように動いてくるどこからどこへ人を乗せて行くものか知らんと立ち止まって考えていると後ろから背の高い人が追いかぶさるように肩の辺りを押した よくえうとする右にも背の高い人がいた。左にもいた。肩を押した後ろの人は、そのまた後ろの人から肩を押されている。そうしてみんな黙っている。そうして自然のうちに前へ動いてゆく。自分はこの時初めて人の海に溺れたことを自覚した。この海はどこまで広がっているかわからない。しかし、広い割には極めて静かな海である。ただ出ることができない。 右を向いても仕えている。左を見ても塞がっている。後ろを振り返ってもいっぱいである。それで静かに前の方へ動いていく。ただ一筋の運命より他に自分を支配するものがないかのごとく、幾万の黒い頭が申し合わせたように歩調を揃えて一歩ずつ前へ進んでいく。自分は歩きながら今出てきた家のことを思い浮かべた。一葉の四階建ての一葉の色の 不思議な町は、でも遠くにあるらしい。どこをどう曲がってどこをどう歩いたら帰れるかほとんどおぼつかない気がするよし帰れても自分の家は見いだせそうもないその家はゆうべ暗い中に暗く立っていた自分は心細く考えながら背の高い群衆に押されて仕方なしに大通りを二つ三つ曲がった曲がるたんびにゆうべの暗い家とは反対の方角に 遠ざかっていくような心持ちがしたそうして目の疲れるほど人間のたくさんいる中に夕うべからざる孤独を感じたするとだらだら坂へ出たここは大きな道路が5つ6つ落ち合う広場のように思われた今まで一筋に動いてきた波は坂の下でいろいろな方角から寄せるのと集まって静かに回転し始めた坂の下には大きな石彫りの獅子がある 全身灰炉をしておった。尾の細い割に、縦髪に渦を巻いた深い頭は、四とだるほどもあった。前足を揃えて、波を打つ群衆の中に眠っていた。獅子は二ついた。舌は敷石で敷き詰めてある。その真ん中に、太い銅の柱があった。自分は、静かに動く人の海の間に立って、目を上げて柱の上を見た。柱は、目の届く限り、高くまっすぐに立っている。 その上にには大きな空が一面に見えた。高い柱はこの空を真ん中で突き抜いているようにそびえていた。この柱の先には何があるか分からなかった。自分はまた人の波に押されて広場から右の方の通りをいずくともなく下がっていった。しばらくして振り返ったら竿のような細い柱の上に小さい人間がたった一人立っていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 LibriVox.org リリのために録音されました。人間、お作さんは起きるが早いか、まだ髪結いは来ないか、髪結いは来ないかと騒いでいる。髪結いは夕べ確かに頼んでおいた。おかさまでございませんから都合をして、ぜひ九時までには上がれますとの返事を聞いて、ようやく安心して寝たくらいである。柱時計を見ると、もう九時には五分しかない。どうしたんだろうと。 いかにもじれったそうなので見かねた下女はちょっと見てまいりましょうと出て行ったお作さんはお呼び越しになって障子の前に取り出したき台を立ちながら覗き込んでみたそうしてわざと唇を開けて上下ともきれいに揃った白い葉を残らず表したすると時計が柱の上でボンボンとくじを打ち出したお作さんはすぐ立ち上がって愛の襖を開けて どうしたんですよ。あなたもう九時過ぎですよ。起きてくださらなくっちゃ。遅くなるじゃありませんかと言った。お作さんの旦那は九時を聞いて、今床の上に起き直ったところである。お作さんの顔を見るや否や、あいよと言いながら気軽に立ち上がった。お作さんはすぐ台所の方へ取って返して、用児と歯磨きとシャボンと手ぬぐいをひとまとめにして、さあ早く行っていらっしゃい。 と旦那に渡した帰りにちょっとひげをすってくるよと名線の土手屋の下へ浴衣を重ねた旦那は靴脱ぎへ降りた。じゃあちょいとお待ちなさいとお作さんはまた奥へ駆け込んだ。その間に旦那は用児を使い出した。お作さんは溶断すの引き出しから小さいのし袋を出して中へ銀貨を入れて持って出た。旦那は口がきしないものだから黙って袋を受け取って。 講習をまたいだお作さんは旦那の肩の後ろへ手ぬぐいの余りがぶら下がっているのを少しの間眺めていたがやがてまた奥へ引っ込んでちょっと兄弟の前へ座って再び我が姿を映してみたそれからタンスの引き出しを半分開けて少し首を傾けたやがて中から何か23点取り出してそれを畳の上へ置いて考えたがせっかく取り出したものを 一つだけ残してあとは丁寧にしまってしまったそれからまた二番目の引き出しを開けたそうしてまた考えたお作さんは考えたり出したりまたはしまったりするので約30分ほど費やしたその間も始終心配そうに柱時計を眺めていたようやく衣装をそろえて大きな右近木面の風呂敷にくるんで座敷の隅に押しやると 髪結が驚いたような大きな声を出して勝手口から入ってきた「どうも遅くなってすみません」と息を弾ませて言い訳を言っている「お作さんは本当にお忙しいところをお気の毒様でしたね」と長いキセルを出して髪結にタバコを飲ました「突き手が来ないので髪を言うのにだいぶ暇がとれた」「旦那は湯に入って髭を吸ってやがて帰ってきた」 その間にお作さんは、神結に、今日はみーちゃんを誘って、旦那に遊楽園へ連れて行ってもらうんだと話した。神結は、おやおや、私もお供をしたいもんだ、などと、だいぶ冗談交じりのお世辞を使った末、どうぞごゆっくりと帰って行った。旦那は、うこんめんの風呂敷をちょっとはぐってみて、これを着て行くのかいこれよりか、この間の方がお前には似合うよと言った。でも、あれはもうくれに、 おんんののとところへ来て行ったた。ですものとおささくが答えた「そうかじゃあこれがいいだろう俺はあっちの渡タレバウルを着ていこうか少し寒いようだね」と旦那がまた言い出すと「およしなさいよみっともないひとつものばかり着て」とおさくさんはかすりの渡タレバウルを出さなかったやがてお化粧が出来上がって流行のうずらちりめんの道行きを着て毛皮の襟巻きをしておさくさんは旦那と一緒に表へ出た。 歩きなががらら旦那ににぶら下がるる。ようにして話をする四つ角まで出ると交番のところに人が大勢立っていたお作さんは旦那のまわしの羽を貫いて伸び上がりながら群衆の中をのぞき込んだ真ん中に印番点を着た男が立つとも座るとも片付かずにのらくらしている今までも泥の中へ何度も倒れたと見えてたださえ色の変わった斑点が びたびたに濡れて寒く光っている。巡査がお前は何だと言うと、ろ列の回らない下で、お、俺は人間だと威張っている。そのたんびにみんながどっと笑う。お迦さんも旦那の顔を見て笑った。すると酔っ払いは承知しない。怖い目をしてあたりを見回しながら、な、何がおかしい。俺が人間なのが、どこがおかしい。こう見えたって、と言って、だらりと首を垂れてしまうかと思うと。 いきなり思い出したように人間だいと大きな声を出す。ところへまた印番店を着た背の高い黒い顔をした男が荷車を引いてどこからかやってきた。人を押し分けてさんに何か小さな声で言っていたがやがて酔っ払いの方を向いてさあやろう連れて行ってやるからこの上へ乗れと言った。酔っ払いは嬉しそうな顔をしてありがてえと言いながら荷車の上に どさりと仰向けに寝た。明るい空を見て、しょぼしょぼした目を二三度パチつかせたが、べらぼうめ、こう見えたって人間で、と言った。うん、人間だ。人間だからおとなしくしているんだよと、背の高い男は、藁の縄で酔っ払いを荷車の上へしっかり縛りつけた。そうして放られた豚のように、がらがらと大通りを引いていった。お作さんは、やっぱり、まわしの羽をつらまえたまま、しめ飾りの間を、 向こうへ押されていく荷車の影を見送った。そうして、これからミーちゃんのところへ行って、ミーちゃんに話す種が一つ増えたのを喜んだ。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。山鳥五六人よって火鉢を囲みながら話をしていると、 突然一人の青年が来た。名も聞かず、会ったこともない、全く未知の男である。紹介状も携えずに、取り次ぎを通じて、面会を求めるので、座敷へ生じたら、青年は大勢いるところへ、一羽の山鳥を下げて入ってきた。初対面の挨拶が済むと、その山鳥を座の真ん中に出して、国から届きましたからと言って、それを当座の贈り物にした。その日は寒い日であった。 すぐみんなで山鳥の厚物をこしらえて食った。山鳥を料る時青年はくまながら台所へ立って自分で毛を引いて肉を裂いて骨をコトコトと叩いてくれた。青年は小作りのおもながなたちで青白い額の下にどの高そうな眼鏡を光らしていた。最も著しく見えたのは彼の金眼よりも彼の薄黒い口毛よりも彼の履いていた袴であった。 それは小倉織で、普通の学生には見出しうべからざるほどに、太い島柄の派手なものであった。彼はこの袴の上に両手を乗せて、自分は南部のものだと言った。青年は一週間ほど経ってまた来た。今度は自分の作った原稿を携えていた。あまりよくできていなかったから遠慮なくその胸を話すと、書き直してみましょうと言って持って帰った。帰ってから一週間の後、 また原稿を懐にしてきた。かようにして彼は来る度ごとに書いたものを何か置いていかないことはなかった。中には三冊続きの対策さえあった。しかしそれは最も不出来なものであった。自分は彼の手になったもののうちで、最も優れたと思われるのを一二度雑誌へ修繕したことがある。けれどもそれはただ編集者のお情けで市場に現れただけで、一線の考慮にもならなかったらしい。 自分が彼の生活難を耳にしたのはこの時である。彼はこれから文を売って口を糊するつもりだと言っていた。ある時妙なものを持ってきてくれた。菊の花を干して薄い糊の,のように一枚一枚に固めたものである。精進の畳いわしだと言って祝わせた孔子が早速ひたしものにうがいて箸を下しながら酒を飲んだ。それからスズランの造花を一枝持ってきてくれたこともある。 妹がこしらえたんだと言って、指の股で枝の芯になっている針金をぐるぐる回転させていた。妹と一緒に家を持っていることは、このとき初めて知った。兄弟して薪屋の二階を一間借りて、妹は毎日、縫い取りの稽古に通っているのだそうである。その次来たときには、お難度の結び辺に白い蝶を縫い取った襟飾りを、新聞紙にくるんだまま、 もしおかけなさるならあげましょうと言って置いていった。それを癒すのが私に下さいと言って取って帰った。その他彼は時々来た。来るたびに自分の国の軽食やら習慣やら伝説やら古めかしい祭礼の模様やらいろいろのことを話した。彼の父は漢学者であるということも話した。天国はうまいということも話した。おばあさんは去る大名のお屋敷に奉公していた。 猿の年の年生まれだだったそうだ大変殿様のお気に入りで猿にちなんだものを時々下さったその中に火山の書いた手長猿の服がある今度持ってきてご覧に入れましょうと言った青年はそれぎり来なくなったすると春が過ぎて夏になってこの青年のこともいつか忘れるようになったある日その日は日に遠い座敷の真ん中に一絵をただ一枚つけて じっっと初見をしていていいさえ、耐え難いほどに扱った。彼は突然やって来た。相変わらず霊の派手な袴を履いて青白い額ににじんだ汗を克明に手ぬぐいで拭いている。少し痩せたようだ。はなはだ申しかねたが金を20円貸して下さいという。実は友人が急病にかかったから早速病院へ入れたのだが差し当たり困るのは金でいろいろ奔走もしてみたがちょっとできない。 やむを得ず上がった、と説明した。自分は初見をやめて、青年の顔をじっと見た。彼は例のごとく両手を膝の上に正しく置いたまま、どうぞと低い声で言った。あなたの友人のうちは、それほど貧しいのかと聞き返したら、いや、そうではない。ただ、遠方で、急の間に合わないからお願いをする。二週間経てば、国から届くはずだから、その時は、すぐとお返しするという答えである。 自分は金の調達を引き受けた。その時彼は風呂敷包みの中から一服のけ物を取り出して、これが先だってお話をした火山の軸ですと言って、紙病巣の半雪ものを述べてみせた。うまいのかまずいのかはっきりとはわからなかった。陰謀を調べてみると、渡辺火山にも横山火山にもによった落款がない。青年はこれを置いていきますと言うから、それには及ばないと辞退したが、聞かずに預けていった。 翌日また金を取りに来た。それっきり音沙汰がない。約束の2週間が来ても影も形も見せなかった。自分は騙されたのかもしれないと思った。猿の軸は壁へかけたまま秋になった。合わせを着て気の締まる自分に、長塚が例のごとく金を貸してくれと言ってきた。自分はそうたびたび貸すのが嫌であった。ふと例の青年のことを思い出して、こういう金があるが、 もしそれを君が取りに行く気なら取りに行け取れたら貸してやろうと言うと長塚は頭をかいて少ししゅんじゅんしていたがやがて思い切ったと見えて行きましょうと答えたそれから先ってのお金をこの者に渡してくれろという手紙を書いてそれに猿の書き物を添えて長塚に持たせてやった長塚はあくる日また車でやってきた来るや否や懐から手紙を出したから受け取ってみると 昨日自分の書いたものである。まだ封が切らずにある。行かなかったのかと聞くと、長塚は額に八の字を寄せて、行ったんですけれども、とてもダメです。惨憺たるものです。汚いところでしてね。細君が縫いをしていましてね。本人が病気でしてね。金のことなんぞ言い出せるわけのものじゃないんだから、決してご心配には及びませんと安心させて、書物だけ返してきましたという。自分は、へえ。 そうかと少し驚いた。あくる日青年からどうも嘘をついてすまなかった。軸は確かに受け取ったという葉書が来た。自分はその葉書を他の新書と一緒に重ねて乱れ箱の中に入れた。そうしてまた青年のことを忘れるようになった。そのうち冬が来た。例のごとくせわしい正月を迎えた。客の来ない隙間を見て仕事をしていると下女が油紙に包んだ小包を持ってきた。 どさりと音のする丸いものである。差出人の名前は忘れていたいつとやの青年である。油紙を解いて新聞紙を剥ぐと中から一羽の山鳥が出た。手紙がついている。その後いろいろの事情があって今国へ帰っている。ご恩赦の金子は三月ごろ上京のせつぜひお返しをするつもりだとある。手紙は山鳥の地で固まって容易に剥がれなかった。その日はまた木曜で。 若い人の集まる番であった。自分はまた五六人と共に大きな食卓を囲んで山鳥の集物を食ったそうして派手な小倉の袴をつけた青白い青年の成功を祈った五六人の帰った後で自分はこの青年に令状を書いたその中に「千年の金子の剣誤回に及ばず」という一句を添えた「章終わり」この録音はパブリックドメインです。 リブリボッックス、ドトのたた。めに録音されましたモナリサイブカは日曜になると、襟巻に懐手で,で、そこいらの古道具屋を覗き込んで歩く。そのうちで、最も汚らしい、前代の廃物ばかり並んでいそうな店をよっては、あれのこれのとひねくり回す。もとより茶人でないから、いいの悪いのがわかる次第ではないが、安くて面白そうなものを、 ちょいちょい買って帰るうちには一年に一度ぐらい掘り出し物に当たるだろうとひそかに考えている。伊深は一か月ほど前に15銭で鉄瓶の蓋だけを買って文鎮にした。この間の日曜には25銭で鉄の唾を買ってこれまた文鎮にした。今日はもう少し大きいものを目がけている。掛物でも額でもすぐ人の目につくような書斎の装飾が一つ欲しいと思って見回していると。 色づりの西洋の女の絵が埃だらけになって横に立てかけてあった。溝の擦れた井戸車の上に何とも知れぬ花瓶が乗っていて、その中から黄色い尺八の歌口がこの絵の邪魔をしている。西洋の絵はこの古道具屋に似合わない。ただその色具合が特に現代を超越してその紙の空気の中に黒く埋まっている。いかにもこの古道具屋にあって然るべき調子である。 いはきっとと安いものだと鑑定した。聞いてみると1円というのに少し首をひねったがガラスも割れていないし額縁も確かだからじいさんに談判して80銭までに負けさせたいぶかがこの半身の画像を抱いて家へ帰ったのは寒い日の暮れ方であった薄暗い部屋へ入って早速額を裸にして壁へ立てかけてじっとその前へ座り込んでいると ランプを持ってイブカはサイ細君に火を絵のそばへかざさしてもういっぺんとっくりと八十セの額を眺めた。相対に渋く黒ずんでいる中に顔だけが黄ばんで見える。これも時代のせいだろう。イブカは座ったままサイをかを顧みてどうだと聞いた。サイはランプをかざした片手を少し上に上げてしばらく物も言わずに黄ばんだ女の顔を眺めていたが。 やがて、って君の悪い顔ですことねえと言った。伊ブカはただ笑って、八十銭だよと答えた義理である。飯を食ってから踏み台をして欄間に釘を打って、買ってきた額を頭の上へかけた。その時サイは、この女は何をするかわからない人相だ。見ていると変な心持ちになるから、かけるのはよそがいいと言って、しきりに止めたけれども、伊ブカは、なにお前の神経だと言って聞かなかった。 サイくんは茶の間へ下がる。イブカは机に向かって調べ物を始めた。十分ばかりするとふと首を上げて額の中が見たくなった。筆を休めて目を転ずると黄色い女が額の中で薄笑いをしている。イブカはじっとその口元を見つめた。まったく絵描きの光線のつけ方である。薄い唇が両方の端で少し反り返って、その反り返ったところにちょっとくぼみを見せている。 結んだ口をこれから開けようとするようにも取れる。または開いた口をわざと閉じたようにも取れる。ただしなぜだかわからない。伊深は変な心持ちがしたが、また机に向かった。調べ物とは異常半分は写し物である。大して注意を払う必要もないので、少したったらまた首を上げて絵の方を見た。やはり口元に何か違和感がある。けれども非常に落ち着いている。切れ長の ちの中から静かな瞳が座敷の下に落ちた。伊ブカはまた机の方に向き直った。その晩伊ブカは何べんとなくこの絵を見た。そうしてどことなく細君の票が当たっているような気がしだした。けれども明る日になったらそうでもないような顔をして役所へ出勤した。四時ごろ家へ帰ってみると、夕べの額は仰向けに机の上に載せてある。昼少し過ぎに欄間の上から突然落ちたのだという。 道路でガラスがめちゃめちゃに壊れている。イブカは額の裏を返してみた。夕べ紐を通した缶がどうした具合か抜けている。イブカはそのついでに額の裏を開けてみた。すると絵と背中合わせに四つ折りの西洋紙が出た。開けてみると陰気で妙なことが書いてある。モナリサの唇には女性の謎がある。原子以降この謎を描けたものはダヴィンチだけである。 この謎を解き得た者は一人もない。あくる日イブカは役所へ行ってモナリサとは何だと言ってみんなに聞いたしかし誰もわからなかったじゃあダヴィンチとは何だと尋ねたがやっぱり誰もわからなかったイブカはサイ君の勧めに任せてこの縁起の悪い絵を五千でクズ屋に売り払ったショー終わりこの録音はパブリックドメインです ブリ,ブリボッックスドトオグのたために録音されました火事息が切れたから立ち止まって仰向くと火の粉がもう頭の上を通る霜を置く空の澄み切って深い中に数を尽くして飛んできては突然と消えてしまうかと思うとすぐ後から鮮やかなやつが一面に吹かれながら追っかけながらちらちらしながら盛んに現れるそうして不意に消えてゆくその飛んでくる方角を見ると 大きな噴水を集めたように根が一本になって隙間なく寒い空を染めている。二三軒先に大きな寺がある。長い石段の途中に太いもみが静かな枝を世に張って土手から高くそびえている。火はその後ろから起こる。黒い幹と動かぬ枝をことさらに残して余るところは真っ赤である。火元はこの高い土手の上に違いない。もう一丁ほど行って左へ坂を上がれば現場へ出られる。 またた。急ぎ足に歩き出した後ろから来る者は皆追い越してゆく。中にはすれ違いに大きな声をかける者がある。暗い道はおのずと神経的に生きてきた。坂の下まで歩いていよいよ登ろうとすると胸をつくほど急である。その急な傾斜を人の頭がいっぱいにうずめて上から下まで締めいている。炎は坂の真上から容赦なく舞い上がる。この人の渦に巻かれて 坂の上まで押し上げられたら首筋を巡らすうちに肥えてしまいそうである。もう半丁ほど行くと同じく左へ折れる大きな坂がある。登るならこちらが楽で安全であると思い直して出会い頭の人をわぞろわしくよけてようやく曲がり角まで出ると向こうから激しくベルを鳴らして蒸気ポンプが来た。のかぬ者はことごとく死き殺すぞと言わぬばかりに人混みの中を全速力で駆り立てながら 高いひずめの音とともに、馬の鼻面を坂の方へ一ひねひりに向け直した。馬は、泡を吹いた口を喉にすりつけて、尖った耳を前に立てたが、いきなり前足をそろえて、もろに飛び出した。そのとき、くりの胴が、斑点を着た男のちょをかすめて、ビロードのごとく光った。紅色に塗った太い車の輪が、自分の足に触れたかと思うほど、きわどく回った。と思うと、ポンプは一直線に坂を駆け上がった。 坂の中東へ来たら、前は正面にあった炎が、今度は筋階に、後ろの方に目出した。坂の上からまた左へ取って返さなければならない。横丁を見つけていると、細い路地のようなのが一つあった。人に押されて入り込むと真っ暗である。ただ一寸の席もないほど積んでいる。そうして互いに懸命な声を上げる。火は明らかに向こうに燃えている。十分の後、ようやく路地を抜けて通りへ出た。 その通りもまた組屋敷ぐらいな幅ですでに人でいっぱいになっている。路地を出るやいや、さっき地を蹴って駆け上がった蒸気ポンプが目の前にじっとしていた。ポンプはようやくここまで馬を動かしたが、二三軒先の曲がり角に妨げられて、どうすることもできずに炎を見物している。炎は鼻の先から燃え上がる。そばに押し進められている者は、口々にどこだ、どこだ、と叫ぶ。 聞かれるものは、そこだそここだだという。けれども両方ともに炎の起こるところまでは行かれない炎は勢いを得て静かな空をあおるようにすさまじく登る翌日昼過ぎ散歩のついでに火元を見届けようと思う好奇心から霊の坂を登って夕べの路地を抜けて蒸気ポンプの止まっていた組屋敷へ出て二三軒先の曲がり角を曲がってぶらぶら歩いてみたが冬ごもると見える家が 軒を並べて、ひそりと静まっているばかりである。焼き跡は、どこにも見当たらない。火の上がったのは、この辺だと思われるところは、綺麗きれいな杉垣ばかり続いて、そのうちの一件からは、かすかに事の音が漏れた。章終わりこの録音は、パブリックドメインです。売り売りボックス、ドットオムのために録音されました。切り ゆうべは四中枕の上でバチバチ言う響きを聞いたこれは近所にクラバムジャンクションという大ステーションのあるおかげであるこのジャンクションには一日のうちに飛車が千いくつか集まってくるそれを細かに割りつけてみると一分に一列車ぐらいずつ出入りをするわけになるその各列車が霧の深い時には何かの仕掛けでステーションマ間アへ来ると爆竹のような音を立てて合図をする 信号の灯光は青でも赤でも全く役に立たないほど暗くなるからである。寝台を這い降りて北窓のブラインドを巻き上げて外を見下ろすと、外は一面にぼーっとしている。下は芝生の底から三方レンガの塀に囲まれた一軒用の高さに至るまで何も見えない。ただ虚しいものがいっぱい詰まっている。そうしてそれがしんとして凍っている。隣の庭もその通りである。 この庭にはきれいなローンがあって春先の暖かい自分になると白いひげを生やしたおじいさんがひなたぼっこをしに出てくるその時このおじいさんはいつでも右の手にオウムを止まらしているそうして自分の目をオウムのくちばしでつっつかれそうに近く鳥のそばへ持って行くオウムは羽ばたきをしてしきりに泣き立てるおじいさんの出ない時は娘が長い裾を引いて絶え間なくしばかり機会を ローンの上に転がしているこの記憶に富んだ庭も今は全く霧に埋まって荒れ果てた自分の下宿のそれと何の境もなくべ別に続いている裏通りを隔てて向こう側に高い五色式の教会の塔があるその塔の灰色に空をさすてっぺんでいつでも鐘が鳴る日曜はことに甚ははだしい今日は鋭く尖っていただきは無論のこと霧石を不ぞろいに畳み上げた胴中さえ ありかがまるでわからない。それかと思うところが心持ち黒いようでもあるが、金の根はまるで響かない。金の形の見えない濃い影の奥に深く閉ざされた。表へ出ると二軒ばかり先は見える。その二軒を行き尽くすとまた二軒ばかり先が見えてくる。世の中が二軒四方に縮まったかと思うと、歩けば歩くほど新しい二軒四方が現れる。その代わり今通ってきた過去の世界は、 路に任せてて消えていく。四つ角でバスを待ち合わせているとネズミ色の空気が切り抜かれて急に目の前へ馬の首が出たそれなのにバスの屋根にいる人はまだ気をできらずにいるこっちから気量を貸して飛び乗って下を見ると馬の首はもう薄ぼんやりしているバスが行き合う時は行き合った時だけきれいだなと思う,思う間もなく色のあるものは濁った空の中に消えてしまう バクバクとしてて無色のに包まれていったウェストミンスター橋を通る時白い者は一二度目をかすめて翻った瞳を凝らしてその行方を見つめていると封じ込められた大気のうちにカモメが夢のようにかすかに飛んでいたその時頭の上でビッグ・ベンがおごすかに十字を打ち出した仰ぐと空の中でただ本だけがするビクトリアで用を足してデート画館の旗を川沿いに バタシーまで来ると今までネズミ色に見えた世界が突然と四方からぱったりくれたビートを解いて濃く身の回りに流したように黒い色に染められた重たい霧が目と口と鼻とに迫ってきた街灯は抑えられたかと思うほど湿っている軽いくずいを呼吸するばかりに息が詰まる足元は無論穴蔵の底を踏むと同然である自分はこの重苦しい茶褐色の中に しばらく呆然と佇んだ。自分のそばを人が大勢通るような心持ちがするけれども肩が触れ合わない限りは果たして人が通っているのかどうだか疑わしいその時このもうもうたる大会の一点がもめぐらいの大きさにどんよりと黄色く流れた自分はそれを目当てに四歩ばかりを動かしたするとある店先の窓ガラスの前へ顔が出た店の中ではガスをつけている 中は比較的明らかである。人は常のごとく振る舞っている。自分はやっと安心した。バタシーを通り越して、手探りをしないばかりに向こうの丘へ足を向けたが、丘の上は下屋ばかりである。同じような横丁が幾筋も平行して、晴天の下でも紛れやすい。自分は向かって左の二つ目を曲がったような気がした。それから二丁ほどマっクぐに歩いたような心持ちがした。それから先はまるでわからなくなった。 暗いい中にたったた。っっ人立てて首を傾けていた右の方から靴の音が近寄ってきた。と思うとそれが四五軒手前まで来て止まった。それからだんだん遠のいてゆく。しまいには全く聞こえなくなった。あとはしんとしている。自分はまた暗い中にたった一人立って考えた。どうしたら下宿へ帰れるかしらん。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リ,ブリボックスドットオングのために録音されました。掛物。大東老人は防災の三回忌までには、きっと一気の石碑を建ててやろうと決心した。けれども、せがれの痩せ腕を頼りに、ようやく今日を過ごすよりほかには、一銭の貯蓄もできかねて、また春になった。あれの命日も三月八日だがなと、訴えるような顔をしてせがれに言うと、 ああ、そうでしたっけと答えた義理である。大東老人はとうとう先祖伝来の大切な一服を売り払って金の工面をしようと決めた。せがれにどうだろうと相談するとせがれは恨めしいほど無造作にそれがいいでしょうと賛成してくれた。せがれは内務省の車軸局へ出て40円の月給をもらっている。女房に2人の子供がある上に大東老人に好意を尽くすのだから骨が折れる。 老人がいなければ大切なけ物もとうに融通のくものに変形したはずである。このけ物は方一尺ほどの絹地で時代のためにすすだけのような色をしている。暗い座敷へ書けると暗淡として何が書いてあるかわからない。老人はこれを王弱水の書いた葵だと称している。そうして月に一、二度ぐらいずつ袋戸棚から出して霧の箱の治療を払って、 中のものを丁寧に取り出して、直に三尺の壁へかけては眺めている。なるほど、眺めていると、すすけたうちに、古地のような大きな模様がある。六章の生えた跡かと怪しまれるところもかすかに残っている。老人は、この木たる唐画の戸籍に向かって、行き過ぎたと思うくらいに、住みるした井の中を忘れてしまう。ある時は、書物をじっと見つめながら、タバコをふかす。 またはお茶を飲む。でなければただ見つめている。おじいさんこれなにと子供が来て指をつけようとすると初めて月日に気がついたように老人は触ってはいけないよと言いながら静かに立って掛物を巻きにかかる。すると子供がおじいさん鉄砲玉跡を聞く。うん鉄砲玉を買ってくるからいたずらをしてはいけないよと言いながらそろそろと掛物を巻いて霧の箱へ入れて 棚へしまってそうしてそこらを散歩しに出る帰りには町内の網屋へ寄って八回りの鉄砲玉を二袋買ってきて空鉄砲玉と言って子供にやるせがれが晩婚なので子供は六つと四つであるせがれと相談をした翌日老人は霧の箱を風呂敷に包んで朝早くから出たそうして四時頃になってまた霧の箱を持って帰ってきた 子供が上がり口まで出て、おじいさん、鉄砲玉はと聞くと、老人は、何も言わずに座敷へ来て、箱の中から掛物を出して、壁へ掛けて、ぼんやり眺め出した。四けんの道具屋を持って回ったら、落款がないとか、絵がはげているとか言って、老人のよくしたほどの尊敬を掛物に払うものがなかったのだそうである。せがれは、道具屋はよしになさいと言った。老人も、道具屋はいかんと言った。 二週間ほどしてから老人はまた霧の箱を抱えて出た。そうしてせがれの課長さんの友達のところへ紹介を得て店に行った。その時も鉄砲玉を買ってこなかった。せがれが帰るや否や、あんな目の開かない男にどうして譲れるものか、あそこにあるものはみんな偽物だ、とさもせがれの不得意のように言った。せがれは苦笑していた。 二月の初旬に偶然うまいつてができて、老人はこの服を猿小塚に売った。老人は直ちに谷中へ行って、防災のために立派な石碑をあつらえた。そうしてその余りを郵便貯金にした。それから五日ほどたって、常のごとく散歩に出たが、いつもよりは二時間ほど遅れて帰ってきた。その時、両手に大きな鉄砲玉の袋を二つ抱えていた。 売り払ったけ掛物が気にかかるから、もういっぺん見せてもらいに行ったら、四畳半の茶座敷にいっそりとかかっていて、その前には透き通るような老売が生けてあったのだそうだ。老人はそこでお茶のごちそうになったのだという。俺が持っているよりも安心かもしれないと老人はせがれに言った。せがれはそうかもしれませんと答えた。子供は三日間鉄砲玉ばかり食っていた。章終わり。 この録音はパブリックドメインです。ブリボックスドッ o r g のために録音されました。起源説。南向きの部屋であった。明るい方を背中にした30人ばかりの子供が黒い頭をそろえて乗り板を眺めていると廊下から先生が入ってきた。先生は背の低い目の大きい痩せた男で。 顎から頬へかけてひげがじじむさく生えかかっていた。そうしてそのザラザラした顎の触る着物の襟が薄黒く赤づいて見えた。この着物とこのひげの武将に伸びるのと、それからかつて小言を言ったことがないのとで先生は皆から馬鹿にされていた。先生はやがて白木を取って黒板に奇縁説と大きく書いた。子供はみんな黒い頭を机の上に落ち着けるようにして。 作文を書き出した先生は低い背を伸ばして一同を見回していたがやがって廊下伝いに部屋を出て行った。すると後ろから三番目の机の中ほどにいた子供が席を立って先生のテーブルのそばへ来て先生の使った白木を取って塗る板に書いてある記念節の木の字へ棒を引いてその脇へ新しく木と肉太に書いた。他の子供は笑いもせずに驚いて見ていた。 先の子供が席へ帰ってしばらく経つと、先生も部屋へ帰ってきた。そうして、塗る場に気がついた。誰か、木を木と直したようだが、木と書いてもいいんですよ、と言って、また一同見回した。一同は黙っていた。木を木と直した者は自分である。明治四十二年の今日でも、それを思い出すと、下等な心持ちがしてならない。そうして、あれが、じじむさい福田先生でなくって、 みんなの怖がっていた校長先生であればよかったと思わないことはない。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオングのために録音されました。もけ口あっちは栗の出るところでしたね。まあそばがざっと量に四章ぐらいのもんでしょうかね。それをこっちへ持ってくると、 小に一円五十銭もするんですよ。それでね、私がちょうど向こうにいた自分でしたが、浜から千八票ばかり注文がありました。うまくいくと、一升二円以上につくんですから、早速やりましたよ。千八百票をこしらえて、私が自分で栗と一緒に浜まで持っていくと、なに相手は品人で、本国へ送り出すんでさ。すると品人が出てきて、よろしいと言うから、 もう済んだのかと思うと、蔵の前へ高さ一軒もあろうという大きな樽を持ち出して、水をその中へどんどん組み込ませるんです。いえ何のためだか私にも一向わからなかったんで、何しろ大きな樽ですからね、水を張るんだって容易なこっちゃありません。かれこれ半日かかっちまいました。それから何をするかと思って見ていると、例の栗をね、表をほどいて、 どどんんん樽の中へ放り込むんですよ私も実に驚いたが、シナジンってやつは本当に食えないもんだと後になってようやく気がついたんです。栗を水の中にぶち込むとね、確かなやつは尋常に沈みますが、虫の食ったやつだけはみんな打ちまうんです。それをシナジンの野郎ざるでしゃくってね、ペケだってひょうの目方から引いてしまうんだからたまりません。 私はそばで見ていてハラハラしました。何しろ七分どおり虫が行ってたんだから言われました。大変な損でさ。虫の食ったんですかいまいましいからみんなうっちゃってきました。ジ尽のことですから、やっぱり知らん顔をして俵にして大方本国へ送ったでげしょう。それからさつまいもを買い込んだこともありまさ。一俵四円で二千俵の契約でね。 ところが注文の来たのが月半ば十四日でして二十五日までにというんだから同骨を折ったって二千0秒という数がよりっこありませんや。到底駄目だからって一応断りました。実を言うと残念でしたがな。すると召喚の番頭が言うにはいや契約書には二十五日とあるけれども決してその通りには原稿しないからと再三進めるものだから。 ついその気になりましてね。い,いえ、芋は市内へ行くんじゃありません。アメリカでした。やっぱりアメリカにもさつまいもを食うやつがあると見えるんですよ。妙なことがあるもんで。で、早速買収にかかりました。埼玉から川越の方をな。だが口でこそ二千秒ですが、いざ買い占めるとなるとなかなか大したもんですからな。でもようやくのことで、とうとう二十八日過ぎに、 約どおりの表を持って行きますと実に狡猾なやつがいるもんで薬匠書きのうちにもしはねはだしい日元の違約があるときは八千円の損害賠償を出すという項目があるんですよところが彼はその上官を応用しちまってどうしても代金を渡さないんですもっとも手付けは四千円取っておきましたがねそうこうしているうちに向こうでは芋を船へ積み込んじまったから どうすることもできなないわけになりました。あんまり合腹だから1,000円の保証金を納めましてね現物取り押さえを申請してとうとう芋を取り押さえてやりましたところが上には上があるもんで向こうは8,000円の保証金を納めて構わず船を出しちまったんですでいよいよ裁判になったにはなったんですが何しろ薬匠書が入れてあるもんだからしようがない私は裁判官の前で泣きましたね 芋はただ取られる。裁判には負ける。こんなバカなことはない。少しはまあ私の身になって考えてみてくださいって。裁判官も腹の中ではだいぶ私の方に同情した様子でしたが、法律の力じゃどうすることもできないもんですからな。とうとう負けました。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リリブリボッックス、ドトオのたた。めに録音されました行列ふと机から目を上げて入口の方を見ると書斎の戸がいつの間にか半分開いて広い廊下が2尺ばかり見える廊下の尽きるところはからめいた手すりに遮られて上にはガラス戸が立て切ってある青い空からまともに落ちてくる日が軒場をはすにガラスを通して縁側の手前だけを明るく色づけて 書斎の戸口までパッとは暖かに刺したしばらく日の出るところを見つめていると目の底にかげろうが湧いたように春の思いが豊かになるその時この二尺余りの隙間に空を踏んで手すりの高さほどのものが現れた赤に白く唐草を浮き折りにしたリボンを輪に結んで額から紙の上すぽりとはめた間に街道と思われる花を青い葉ごとぐるりと刺した 黒髪のうじに薄暮れないのつぼみが大きな雫のごとくはっきり見えた。割合に詰まった顎の真下から一ひ,ひだになってただ一枚の紫が円までふわふわと動いている。袖も手も足も見えない。影は廊下に落ちた日をスルと抜けるように通った。あとから。今度は少し低いシンクの厚い織物を脳天から肩先までかぶって余る背中に 筋ののの笹の葉の模様を背負っている、蛍中にただ一葉消し摘み色の中に取り残された緑が見えるそれほど笹の模様は大きかった廊下に置く足よりも大きかったその足が赤くちらちらと見足ほど動いたら低いものは戸口の幅を音なく行き過ぎた第三の頭巾は白と藍の弁慶の格子であるまびさしの下に現れた横顔は 丸く膨らんでいるその片頬の真ん中がリンゴの熟したほどに濃い尻だけ見える茶褐色の豆の下が急に落ち込んで思わざるあたりから丸い鼻が膨れた頬を少し乗り越して先だけ顔の外へ出た顔から下は一面に黄色い石まで包まれている長い袖を三寸余も円に引いたこれは頭より高いごまだけの杖をついてきた 杖の先には光を帯びた鳥の葉をふさふさとつけてテルヒに輝かした。縁に引く黄色い島の袖らしい裏が銀のように光ったと思ったらこれも行き過ぎた。するとすぐ後から真っ白な顔が現れた。額から始まって平たい頬を塗って青から耳の付け根まで遡って壁のように静かである。中に瞳だけが生きていた。 唇は紅の色を重ねて、青く光線を反射した。胸のあたりは鳩の色のように見えて、下はそまでバッと視線を乱している中に、小さなバイオリンを抱えて、長い弓をおごかに担いでいる。二足で通り過ぎる後ろには、背中へ黒いシュスの四角な切れを当てて、その真ん中にある金糸の縫いが一度に火に浮いた。最後に出たものは全く小さい。 手すりの下から転げ落ちそうである。けれども大きな顔をしているそのうちでも頭は琴に大きいそれへ五色の冠を頂い,いて現れた冠の中央にあるポッチが高くそびえているように思われる身には命の模様のある筒袖にジネズミのビロードの房の下がったものを背から腰の下まで三角に垂れて赤い旅を踏んでいた手に持った朝鮮のうちわが 体の半分ほどあるうちわには赤と青と木でともえを漆で描いた行列は静かに自分の前を過ぎた秋放しになった戸がむなしい日の光を書斎の入り口に送って縁側に幅4尺の寂しさを感じた時向こうの隅で急にバイオリンを擦る音がしたついで小さい喉が寄り合ってどっと笑う声がしたうちの子供は 毎日、母の羽織や風呂敷を出してこんないたずらをしている。章終わりこの録音はパブリックドメインです。リブリボッドトオのために録音されました「昔ピトロクリの谷は秋の真下にある」「10月の日が目にいる野と林を暖かい色に染めた中に」 人は寝たたりり起きたりしている10月の日は静かな谷の空気を空の半島でくるんで直には血にも落ちてこぬと言って山向こうへ逃げてもいかぬ風のない村の上にいつでも落ち着いてじっと動かずにかすんでいるその間に野と林の色が次第に変わってくる吸い物がいつの間にか甘くなるように谷全体に時代がつくピトロクリの谷は この時、百年の昔、二百年の昔に帰って、やすやすと錆びてしまう。人は世に売れた顔をそろえて、山の背を渡る雲を見る。その雲は、ある時は白くなり、ある時は灰色になる。折々は、薄い底から山の樹を透かせて見せる。いつ見ても古い雲の心地がする。自分の家は、この雲とこの谷を眺めるに都合よく、小さな丘の上に立っている。 南から一面に、家の壁へ日が当たる。幾年十月の日がさしたものかどこもかしこもネズミ色に枯れている西の端に一本のバラが這いかかって冷たい壁と暖かい日の間に挟まった花をいくつかつけた大きな弁は卵色に豊かな波を打って額から翻る,るように口を開けたままひそると所々に沈まり返っている匂いは薄い日光に吸われて 二軒の空気のうちに消えてゆく。自分はその二軒の中に立って上を見た。バラは高く這いのぼってゆく。ネズミ色の壁はバラのつるの届かぬ限りを尽くしてまっすぐにそびえている。屋根がつきたところにはまだ塔がある。火はそのまた上の萌えの奥から落ちてくる。足元は丘がピトロクリの谷へ落ち込んで、目の届くはるかの下が平たく色で渦まっている。 その向こう側の山へ登るところはそ々そうとカバの牙がだんだんに重なり合って濃淡の坂が一回となくできている明らかで錆びた調子が谷一面に反射してくる真ん中を黒い筋が横にうねって動いている霊炭を含んだ谷水は染め甲を溶いたように古びた色になるこの山奥に来て初めてこんな流れを見た後ろから主人が来た 主人のひげは十月の日に照らされて七分型白くなりかけた。何も尋常ではない。腰にキルトというものをつけている。車の膝掛けのように荒い島の織物である。それをあんどばかまに膝頭まで立って、縦にひだを置いたから、ふくらはぎは太い毛糸の靴足びで隠すばかりである。歩くたびにキルトのひだが揺れて、膝とももの間がちらちら出る。 肉のの色に恥をかぬ昔の袴である主人は毛皮で作った小さい木魚ほどのガマ口を前にぶら下げている夜暖炉のそばへ椅子を寄せて音のする赤い石炭を眺めながらこの木魚の中からパイプを出すタバコを出すそうしてぷかりぷかりと夜長を吹かす木魚の名をスポーランという主人と一緒に崖を降りて小倉井道に入ったスコッチ・ファーという ときわぎの葉が刻み昆布に雲がはいかかって払っても落ちないように見える。その黒い幹をちょろちょろとリスが長く太った尾を振って駆け上った。と思うと古く厚みのついた苔の上をまた一匹瞳からとく駆け抜けたものがある。苔は膨れたまま動かない。リスの尾は青黒い字を星のごとくにすって暗がりに入った。主人は横を振り向いて、 ピトロクリの明るい谷を指さした。黒い川は依然としてその真ん中を流れている。あの川を一里半北へ遡ると、キリクランキーの狭間があると言った。ハイランダースとローランダースとキリクランキーの狭間で戦ったとき、カバネが岩の間に挟まって岩を打つ水をせいた。ハイランダースとローランダースの血を飲んだ川の流れは色を変えて、三日の間ピトロクリの谷を通った。 自分は、『あす早朝キリクランキーの古戦場をとうとう決心した』『ガキから出たら足の下に美しいバラの花びらが二、三遍散っていた』『ショー終わり』『この録音はパブリックドメイン』です」「リブリボックスドットオグのために録音されました」「声」「豊枝三郎がこの下宿へ越してきてから三日になる」 はじめの日は、薄暗い夕暮れの中に、一生懸命に荷物の片付けやら、書物の整理やらで、忙しい会のごとく動いていた。それから町の湯に入って、帰るやいなや寝てしまった。明る日は、学校から戻ると、机の前へ座って、しばらく初見をしてみたが、急に居所が変わったせいか、まったく気が乗らない。窓の外でしきりにノコギリの音がする。 豊三郎は座ったまま手を伸ばして障子を開けたするとつい鼻の先で植木屋がせっせと青切れの枝を下ろしているかなり大きく伸びたやつを惜しげもなく股の根からゴシゴシ引いては下へ落としていくうちに切り口の白いところが目立つくらいおびただしくなった同時にむなしい空が遠くから窓に集まるように広く見え出した豊三郎は机に頬勢をついて 何気なく五島の上を高く離れた秋晴れを眺めていた。豊三郎が目を青霧から空へ移したときは、急に大きな心持ちがした。その大きな心持ちがしばらくして落ち着いてくるうちに、懐かしいふるさとの記憶が点を打ったようにその一角に現れた。点ははるかの向こうにあるけれども、机の上に載せたほど明らかに見えた。山の裾に大きなわらぶきがあって、 村から2丁ほど登ると道は自分の門の前で尽きている門を入る馬がある蔵の横に一村の菊を祝いつけて鈴を鳴らして白壁の中へ隠れてしまった日は高く矢の胸を照らしている後ろの山をこんもり隠す松の道がことごとく光って見える竹の時節である豊三郎は机の上で今取ったばかりの竹の皮を嗅いだそうして という母の声を聞いた。その声が非常に遠くにある。それで手に取るように明らかに聞こえる。母は5年前に死んでしまった。豊三郎はふと驚いて我が目を動かした。するとさっき見た五藤の先がまた瞳に映った。伸びようとする枝が一ところで切り詰められているので股の根はこぶで渦まって見にくいほど窮屈に力が入っている。豊三郎は また、たた。急に、に机の前に押ししけられたような気がした後藤を隔てて垣根の外を見下ろすと汚い長屋が34軒ある綿の出た布団が遠慮なく秋の日に照りつけられているそばに50余りの婆さんが立って後藤の先を見ていたところどころ島の毛へかかった着物の上に細帯を一筋巻いたなりでともしい紙を大きな口の周りに巻きつけてぼんやりと 枝ををかしたたのててっっぺんを見たまま立っている豊三郎はばあさんの顔を見たその顔は青くむくんでいるばあさんは晴れぼったいまぶの奥から細い芽を出してまぶそうに豊三郎を見上げた豊三郎は急に自分の芽を机の上に落とした三日目に豊三郎は花屋へ行って菊を買ってきた国の庭に咲くようなのをと思って探してみたが見当たらないのでやむを得ず 花屋のあてがあったのをそのまま3本ほど藁でくくってもらってとくりのような花瓶へ行けた氷の底からお足万りの書いた小さい軸を出して壁へかけたこれは千年帰省した時装飾用のためにわざわざ持ってきたものであるそれから豊三郎は座布団の上へ座ってしばらく軸と花を眺めていたその時窓の前の長屋の方で「とよとよ」という声がした その声が、調子といい、音色といい、優しいふるさとの母に少しも違わない。豊三郎はたちまち窓の障子をがらりと開けた。すると、昨日見た青袋のばあさんが、落ちかかる秋の日を額に受けて、十二歳になる花たれ小僧を手招きしていた。がらりという音がすると同時に、ばあさんは霊のむくんだ目を翻して、下から豊三郎を見上げた。章終わり。 この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。金。激烈な三面記事を写真版にして引き延ばしたような小説をのべつぎ五六冊読んだら全く嫌になった。飯を食っていても生活難が飯と一緒にイノフまで押し寄せてきそうでならない。晴れが晴れば 腹が切羽詰まっていかにも苦しい。そこで帽子をかぶって空国史のところへ行った。この空国史というのはこういう時に話をするのに都合よく出来上がった哲学者見たような占い者見たような妙な男である。無偏在の空間には地球より大きな火事が所々にあって、その火事の放置が我々の目に伝わるには百年もかかるんだからなと言って神田の火事を馬鹿にした男である。 もっとも神田の火事で空国市の家が焼けなかったのは確かな事実である。空国市は小さな核火鉢に持たれて真鍮の火箸で灰の上へしきりに何か書いていた。どうだね、相変わらず考え込んでるじゃないかというとさも面倒くさそうな顔つきをしてうん、今金のことを少し考えているところだと答えた。せっかく空国市のところへ来てまた金の話などを聞かされてはたまらないから黙ってしまった。 すると空国士がさも大発見でもしたようにこう言った。金は魔物だね。空国士の契約としてははなはだ陳腐だと思ったから、そうさね、と言ったげり相手にならずにいた。空国士は火鉢の灰の中に大きな丸を書いて、君ここに金があるとするぜ、と丸の真ん中をつっついた。これが何にでも変化する。着物にもなれば食い物にもなる。電車にもなれば宿屋にもなる。くだらんな、知れきってるじゃないか。 いや、知れきっていない。この丸がね、とまた大きな丸を描いた。この丸が、善人にもなれば悪人にもなる。極楽へも行く、地獄へも行く。あまり融通が利きすぎるよ。まだ文明が進まないから困る。もう少し人類が発達すると、金の融通に制限をつけるようになるのは分かりきっているんだがな。どうしてどうしてもいいが。例えば、金を五色に分けて、赤い金、青い金、 白い金などとしてもよかろう。そうしてどうするんだ。どうするって赤い金は赤い空気内だけで通用するようにする。白い金は白い空気内だけで使うことにする。もし両分外へ出ると瓦のかけら同様まるで幅が利かないようにして融通の制限をつけるのさ。もし空国紙が初対面の人で初対面のさ先からこんな話を仕掛けたら自分は空国主を持ってあるいは脳の組織に 異常のある論と認めたかもしれない。しかし空国史は地球より大きな火事を想像する男だから安心してその訳を聞いてみた。空国史の答えはこうであった。金はある部分から見ると労力の記号だろう。ところがその労力は決して同種類のものじゃないから同じ金で代表させて非脂相通ずると大変な間違いになる。例えば僕がここで一万トンの石炭を掘ったとするぜ。 その労力は機械的の労力に過ぎないんだから、これを金に変えたにしたところが、その金は同種類の機械的の労力と交換する資格があるだけじゃないか。しかるにひとたびこの機械的の労力が金に変形するや否や、急に大自在の陣通力を得て、道徳的の労力とどんどん控えになる。そうして勝手次第に精神科医が拡乱されてしまう。不都合極まる魔物じゃないか。だから色分けにして、 少しその分を知らしめなくっちゃいかんよ。自分は色褪季節に賛成した。それからしばらくして空国師に尋ねてみた。機械的な労力で道徳的な労力を買収するのも悪かろうが、買収される方もよくはないんだろう。そうさな。今のような全知全能の金を見ると、神も人間に降参するんだから仕方がないかな。現代の神は野蛮だからな。自分は空国師とこんな金にならない話をして帰った。 章終わりこの録音はパブリックドメインですリブリボックスドットオングのために録音されました心二階の手すりに岩刈りの手ぬぐいをかけて日の目の多い春の街を見下ろすと頭巾をかむって白い髭をまばらに生やした下駄の入れが柿の外を通る古い鼓を天秤棒にくくりつけて 竹のヘラでカンカンと叩くのだがその音は頭の中でふと思い出した記憶のように鋭いくせにどこか気が抜けているじいさんが筋向こうの医者の門の脇へ来て例のさえ損なった春の鼓をカンと打つと頭の上に真っ白に咲いた梅の中から一羽の小鳥が飛び出した灰竜は気がつかずに青い竹焼きをなぞえに向こうの方へ回り込んで見えなくなった鳥は と羽ばたきに手すりの下までで飛んできたしばらくはザクロの細枝に止まっていたが落ち着かぬと見えて二三度身振りを変える拍子にふと欄干に寄りかかっている自分の方を見上げりや否やパッと立った枝の上が煙るごとくに動いたと思ったら小鳥はもうきれいな足で手すりの算を踏まえているまだ見たことのない鳥だから名前を知ろうはずはないがその色合いが著しく自分の心を動かした ウグイスに似て少し渋みのかった翼に胸はくすんだレンガの色に似て吹けば飛ぶそうにふわついているそのあたりには柔らかな波を時々打たしてじっとおとなしくしている脅すのは罪だと思って自分もしばらく手すりに寄ったまま指一本も動かさずに辛抱していたが存外鳥の方は平気なようなのでやがて思い切ってそっと身を後ろへ引いた 同時に鳥はひらりと手すりの上に飛び上がってすぐと目の前に来た。自分と鳥の間はわずか一尺ほどに過ぎない。自分は半ば無意識に目手を美しい鳥の方に出した。鳥は柔らかな翼と華奢な足とさざなみの打つ胸のすべてを上げてその運命を自分に託するもの,のごとく、向こうからてののうちに安らかに飛び移った。 自分はその時丸みのある頭を上から眺めてこの鳥はと思った。しかしこの鳥はの跡はどうしても思い出せなかった。ただ心の底の方にその跡が潜んでいて相対を薄くぼかすように見えた。この心の底一面に滲んだものをある不可思議の力でひとところに集めてはっきりと熟視したらその形はやっぱりこの時この場に自分の手の内にある鳥と 同同じじ色の同じものもであったろううと思う自分は直ちにカゴの中に鳥を入れて春の日陰の傾くまで眺めていたそうしてこの鳥はどんな心持ちで自分を見ているだろうかと考えたやがて散歩に出た近近前としてあてもないのに町の数をいくつも通り越してにぎやかな往来を行けるところまで行ったら往来は右へ下りたり左へ曲がったりして知らない人の後から 知らない人がいくらでも出てくる。いくら歩いてもにやかで、陽気で、楽々しているから、自分はどこの点で世界と接触して、その接触するところに一種の窮屈を感じるのか、ほとんど想像も及ばない。知らない人に、幾千人となく出会うのは嬉しいが、ただ嬉しいだけで、その嬉しい人の目つきも鼻つきも、とんと頭に映らなかった。すると、どこかで法令が落ちて、 久しがわらにあたるような音がしたので、はっと思って向こうを見ると、五六軒先の工事の入り口に一人の女が立っていた。何を着ていたか、どんなまげに言っていたか、ほとんどわからなかった。ただ、目に映ったのはその顔である。その顔は、目といい、口といい、鼻といって、離れ離れに除雪することの難しい。いな、目と口と鼻と眉と額と一緒になって、たった一つ、 自分のために作り上げられた顔である。百年の昔からここに立って、目も鼻も口も等しく自分を待っていた顔である。百年の後まで自分を従えてどこまでも行く顔である。黙って物を言う顔である。女は黙って後ろを向いた。追いついてみると、工事と思ったのは路地で、普段の自分なら躊躇するくらいに細くて薄暗い。けれども、女は黙ってその中へ入って行く。黙っている。 けれども自分に後をつけてこいという自分は身をすぼめるようにして路地の中に入った黒いのれんがふわふわしている白い字が染め抜いてあるその次には頭をかすめるくらいに見当が出ていた真ん中に三街松が書いて下に元とあったその次にはガラスの箱に軽焼きのあられが詰まっていたその次には軒の下にたさら,らさのおこぎれを 五つ六つ四角な枠の中に並べたのが欠けてあったそれから香水の瓶が見えたすると路地は真っ黒な土蔵の壁で行き止まった女は二尺ほど前にいたと思うと急に自分の方を振り返ったそうして急に右へ曲がったその時自分の頭は突然さっきの鳥の心持ちに変化したそうして女についてすぐ右へ曲がった右へ曲がると前よりも長い路地が細く薄暗くずっと続いている 自分は、女の黙って指示するままに、この細く薄暗く、しかもずっと続いている路地の中を、鳥のようにどこまでもついていった。章終わり。この録音は、パブリックドメインです。リブリボックスドットオムのために録音されました。変化二人は二乗時きの二階に机を並べていた。 その畳の色の赤黒く光った様子がありありと24年後の今日までも目の底に残っている。部屋は北向きで高さ2尺に足らぬ小窓を前に2人が肩と肩をくっつけるほど窮屈な姿勢で下調べをした。部屋の中が薄暗くなると寒いのを思い切って窓障子を開け放ったものである。その時窓の真下のうちの竹格子の奥に。 若いい娘ががぼんやり立っっていることがあった静かな夕暮れなどはその娘の顔も姿も際立って美しく見えたおりおはああ美しいなと思ってしばらく見下ろしていたこともあったけれども中村には何も言わなかった中村も何も言わなかった女の顔は今は全く忘れてしまったただ大工が何かの娘らしかったという感じだけが残っている無論 長居住まいいいのの貧ししし暮らしをしていたものの子である我は二人の寝起きするところも屋根に一枚の瓦さえ見ることのできない古長屋の一部であった下には額木と漢字を混ぜて住人ばかり寄宿していたそうして吹きさらしの食堂で下駄を履いたまま飯を食った食料は一か月に二円であったがその代わりはなはだまずいものであったそれでも確実に 牛肉の汁を一度ずつ食わしたもちろん肉の脂が少し浮いて肉の蚊が箸に絡まってくるくらいなところであったそれで塾生は漢字が狡猾でうまいものを食わせなくっていかんとしきりに不平をこぼしていた中村と自分はこの私塾の教師であった二人とも月給を五円ずつもらって日に二時間ほど教えていた自分は英語で地理書や幾何学を教えた 期間の説明をやるときに、どうしても一緒になるべき線が、一緒にならないで困ったことがある。ところが、込み入った図を太い線で書いているうちに、その線が二つ黒板の上で重なり合って、一緒になってくれたのは嬉しかった。二人は朝起きると、両国橋を渡って、一橋の予備門に通学した。その自分、予備門の月謝は二十五線であった。二人は二人の月給を机の上に、ごちゃごちゃにかき混ぜて、 そのうちから二十五銭の月謝と二円の食料と、それから湯煎束縛を引いて、余る金を懐に入れて、蕎麦や汁粉や寿司を食い回って歩いた。共同財産が尽きると、二人とも全く出なくなった。呼び門へ行く途中、両国橋の上で、貴様の読んでいる西洋の小説の中には、美人が出てくるかと中村が聞いたことがある。自分は、うん出てくると答えた。 しかしその小説は何の小説でどんな美人が出てきたのか今では一向覚えない中村はその時から小説などを読まない男であった中村がボート競争のチャンピオンになって勝った時学校から束縛の金をくれてその金で書籍を買ってその書籍へある教授がこれこれの記念に送るという文句を書き添えたことがある中村はその時 俺は書物なんかいらないから何でも貴様の好きなものを買ってやると言った。そうしてアーノルドの論文とサオウのハムレットを買ってくれた。その本はいまだに持っている。自分はその時初めてハムレットというものを読んでみた。ちっともわからなかった。学校を出ると中村はすぐ台湾に行った。それぎりまるで会わなかったのが偶然ロンドンの真ん中でまたピタリと出くわした。 ちょうどど年ほど前である。その時中村は昔のとおりの顔をしていたそうして金をたくさん持っていた自分は中村と一緒に方を遊んで歩いた中村も以前と変わって貴様の読んでいる西洋の小説には美人が出てくるかなどとは聞かなかった帰って向こうから西洋の美人の話をいろいろした日本へ帰ってからまた会わなくなったすると今年の1月の末 突然使いをよこして、話がしたいから築地の新記楽まで来いと言ってきた。昼までにという注文なのに時計はもう11時過ぎである。そうしてその日に限って北風が非常に強く吹いていた。外へ出ると帽子も車も吹き飛ばされそうな勢いである。自分はその日の午後にぜひ片付けなくてはならない用事を控えていた。際に電話をかけさせて、明日や都合が悪いかと聞かせると、明日になると出発の準備や何かで、 こっちも忙しいからというところで電話が切れてしまった。いくらどうしてもかからない。大方は風のせいでしょうとさイが寒い顔をして帰ってきた。それでとうとう会わずにしまった。昔の中村は満鉄の総裁になった。昔の自分は小説家になった。満鉄の総裁とはどんなことをするものかまるで知らない。中村も自分の小説をいまだかつて一ページも読んだことはなかろう。 章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドトオムのために録音されました。クレイグ先生クレイグ先生は、ツバメのように四階の上に巣を食っている。敷石の端に立って目上げ立って、窓さえ見えない。下からだんだんと登っていくと、腿のところが少し痛くなる自分に、 ようやく先生の門前に出る。門と申しても扉や屋根のある体ではない。幅三尺足らずの黒い戸に真鍮のノッカーがぶら下がっているだけである。しばらく門前で休息して、このノッカーの加担をコツコツと問いただぶつけると、内から開けてくれる。開けてくれる者はいつでも女である。近めのせいか眼鏡をかけて絶えず驚いている。年は五十くらいだから、 ずいぶん久しい間、世の中を見て暮らしたはずだが、やっぱりまだ驚いている。戸を叩くのが気の毒なくらい大きな目をしていらっしゃいという。入ると女はすぐ消えてしまう。そうして、と月つきの客間。はじめは客間とも思わなかった。別産、装飾も何もない。窓が二つあって、書物がたくさん並んでいるだけである。クレイグ先生は、大抵そこに陣取っている。自分の入ってくるのを見ると、 いやと言って手を出す。握手をしろという合図だから、手を握ることは握るが、向こうではかつて握り返したことがない。こっちもあまり握り心地がいいわけでもないから、いっそよしたらよかろうと思うのに、やっぱりいやと言って、毛だらけなしワだらけな、そうして例によって消極的な手を出す。習慣は不思議なものである。この手の所有者は、自分の質問を受けてくれる先生である。初めて会ったとき報酬はと聞いたら、 そうさな、とちょっと窓の外を見て、一回七シルリングじゃどうだろう、多すぎればもっと負けてもいいと言われた。それで自分は一回七シルリングの割で、月末に全額を払うことにしていたが、時によるとふ意に先生から催促を受けることがあった。君、少し金がいるから払って行ってくれんか、などと言われる。自分はズボンの隠しから金貨を出して、むき出しに、へと言って渡すと、先生は、 いや、すまんと受け取りながら、例の消極的な手を広げて、ちょっと手のひらの上で眺めたまま、やがてこれをズボンの隠しへ収められる。困ることには先生決して釣りを渡さない。余分を来月へ繰り越そうとすると、次の週にまた、ちょっと書物を変えたいから、などと催促されることがある。先生はアイアランドの人で、言葉がすこぶるわからない。少しせっこんでくると、 東京者が薩摩人と喧嘩をした時ぐらいに難しくなる。それで大変そそっかしい非常なせき込み屋なんだから、自分はことが面倒になると、運を手に任せて先生の顔だけ見ていた。その顔がまた決して尋常じゃない。西洋人だから鼻は高いけれども段があって肉が厚すぎる。そこは自分によく似ているのだが、こんな鼻は一見したところがすっきりしたいい感じは起こらないものである。その代わり、 そこいら中むしゃくしゃしていて、なんとなく野趣がある。ひげなどはまことにお気の毒なくらい、黒脈乱生していた。いつかベーカーストリートで先生に出会ったときには、無知を忘れたカフマンかと思った。先生の白シャツや白エルをつけたのは、いまだかつて見たことがない。いつでも島のフラネルを着て、むくむくした上靴を足に履いて、その足をストーブの中へ突き込むぐらいに出して、そうして、 時々短い膝を叩いて、その時初めて気がついたのだが、先生は消極的な手に金の指輪をはめていた。時には叩く代わりにももをこすって教えてくれる。もっとも何を教えてくれるのかわからない。聞いていると先生の好きなところへ連れて行って決して返してくれない。そうしてその好きなところが時効の変わり目や天気都合でいろいろに変化する。時によると昨日と今日で両極へ引っ越しをすることさえある。 悪く言えば、まあ、でたらめで、よく評すると、文学上の座談をしてくれるのだが、今になって考えてみると、一回七シルリングぐらいで、まとまった、規則正しい講義などのできるわけのものではないのだから、これは先生の方が最もなので、それを不栄に考えた自分は馬鹿なのである。もっとも先生の頭も、その髭の代表するごとく、少しは乱雑に傾いていたようでもあるから、むしろ報酬の値上げをして、 えらい講義をしてもらわない方が良かったかもしれない。先生の得意なのは詩であった。詩を読むときには顔から肩のあたりがかげろのように振動する。嘘じゃない。全く振動した。その代わり自分に読んでくれるのではなくって自分が一人で読んで楽しんでいることに希釈してしまうからつまりはこっちの損になる。いつかスインバーンのロザモンドとかいうものを持って行ったら先生ちょっと見せたまえと言って二三行朗読したが たちまちま書物を膝の上に伏せて花眼鏡をわざわざ外してああだめだめスインバーンもこんな詩を書くように追い込んだかなと言って探索された自分がスインバーンの傑作「アタランタ」を読んでみようと思い出したのはこの時である先生は自分を子供のように考えていた君こういうことを知ってるかああいうことが分かってるかなどとぐにもつかないことをたびたび質問されたかと思うと 突然、偉い問題を提出して、急に同輩扱いに飛び移ることがある。いつか自分の前で、ワットソンの詩を読んで、これは、シェレイに似たところがあるという人と、全く違っているという人とあるが、君はどう思うと聞かれた。どう思うたって、自分には西洋の詩が、まず目に訴えて、叱る後耳を通過しなければまるでわからないのである。そこでいい加減な挨拶をした。シェレイに似ている方だったか、似ていない方だったか、今では忘れてしまった。 が、おかしいことに、先生はそのとき、霊の膝を叩いて、僕もそう思うと言われたので、大いに恐縮した。あるとき、窓から首を出して、はるかの下界を、忙しそうに通る人を見下ろしながら、君、あんなに人間が通るが、あのうちで死のわかる者は、百人に一人もいない。かわいそうなものだ。一体、イギリス人は死を返することのできない国民でね。そこへ行くと、アイアランド人は偉いものだ。はるかに高尚だ。 実際、詩を味わうことのできる君だの僕なのは幸福と言わなければならない。と言われた。自分を死のわかる方の仲間へ入れてくれたのは、はなはだありがたいが、その割合には取り扱いがすこぶる冷淡である。自分はこの先生において、いまだ情愛というものを認めたことがない。まったく機械的にしゃべってるおじいさんとしか思われなかった。けれども、こんなことがあった。自分のいる下宿がはなはだ嫌になったから。 この先生のところへでも置いてもらおうかしらと思って、ある日例の稽古を済ました後、頼んでみると、先生たちまち膝を叩いて、なるほど、僕のうちの部屋を見せるから、来たまえと言って、食堂から、下女部屋から、買ってから、一応すっかり引っ張り回して見せてくれた。元より四階裏の一隅だから広いはずはない。二三分かかると、見るところはなくなってしまった。先生は、そこで、元の席へ帰って、君、こういう家なんだから。 どこへも置いてあげるわけにはいかないよ、と断るかと思うと、たちまちワル、割とホイットマンの話を始めた。昔、ホイットマンが来て、自分の家へしばらく投入していたことがある。非常に早口だから、よくわからなかったが、どうもホイットマンの方が来たらしい。で、はじめ、あの人の詩を読んだときは、まるで物にならないような心持ちがしたが、何べんも読み過ごしているうちに、だんだん面白くなって、しまいには非常に愛読するようになった。だから、 書生に置いてもらう件は、まるでどっかへ飛んでいってしまった。自分はただ、成行きに任せて、へいへいと言って聞いていた。何でもその時は、シェレイが、誰とかと喧嘩をしたとかいうことを話して、喧嘩はよくない。僕は両方とも好きなんだから、僕の好きな二人が喧嘩をするのは、はなはだよくないと、故障を申し立てておられた。いくら故障を申し立てても、もう何十年か前に喧嘩をしてしまったのだから仕方がない。先生は、そそっかしいから、 自分の本などをよく置き違える。そうしてそれが見当たらないと大いにせき込んで、台所にいるばあさんを、ばあやでも怒ったように、行ょさんな声をして呼び立てる。すると例のばあさんが、これも行ょさんな顔をして客前へ現れてくる。お、俺のウォーズウォースはどこへやったばあさんは依然として驚いた目を皿のようにして一応書棚を見回しているが、いくら驚いてもはなはだ確かなもので、すぐにウォーズウォースを見つけ出す。 そうして、ひやさ、と言って、いささかたしなめるように先生の前に突きつける。先生はそれをひったくるように受け取って、二本の指で汚い拍子をピシャピシャ叩きながら、君、ウォーズウォースが、とやり出す。ばあさんは、ますます驚いた目をして、台所へ下がっていく。先生は、二分も三分も、ウォーズウォースを叩いている。そうして、せっかく探してもらったウォーズウォースを、ついに開けずにしまう。 先生は時々手紙をよこす。その字が決して読めない。最も二三行だから何遍でも繰り返して見る時間はあるが、どうしたって判定はできない。先生から手紙が来れば差し支えがあって稽古ができないということと断定して初めから読む手数を省くようにした。たまに驚いたばあさんが代筆をすることがある。その時ははなはだよくわかる。先生は便利な書記を抱えたものである。先生は自分に どうも字が下手で困ると短足していられた。そうして、君の方がよほど上手だと言われた。こういう字で原稿を書いたら、どんなものができるか心配でならない。先生は、アーデン・シェイクスピアの出版社である。よくあの字が、活版に変形する資格があると思う。先生は、それでも平気に序文を書いたり、ノートをつけたりして済ましている。のみならず、この序文を見ろと言って、ハミレットへつけた書言を読まされたことがある。 その次行って面白かったと言うと、君日本へ帰ったら、ぜひこの本を紹介してくれと依頼された。アーデン・シェイクスピアのハムレットは、自分が記帳後、大学で講義をするときに、異常な利益を受けた書物である。あのハムレットのノートほど、周到にして要領を得たものは、おそらくあるまいと思う。しかし、そのときはさほどにも感じなかった。しかし、先生のシェイクスピア研究には、その前から驚かされていた。客間を鍵の手に曲がると、 六畳ほどな小さな書斎がある。先生が高く巣を送っているのは実を言うとこの四階の角でその角のまた角に先生にとっては大切な宝物がある長さ一尺五寸幅一尺ほどな青拍子の手帳を約十冊ばかり並べて先生はまがなすきがな、紙切れに書いた文句をこの青拍子の中へ書き込んではケチンボウが穴の開いた銭を貯めるようにポツリポツリと増やしていくのを 一生の楽ししみにしているこの青拍子が左往辞典の原稿であるということはここへ来だしてしばらく経つとすぐに知った先生はこの辞典を大成するためにウェールスの去る大学の文学の椅子を投げ打って毎日ブリティッシュ・ミュージアムへ通う暇をこしらえたのだそうである大学の椅子へ投げ打つくらいだから七シリングの腕子を粗末にするのは無理もない先生の頭の中にはこの辞典が終日昼夜晩間紅白しているのみである 先生、シュミッドの差を慈悲がある上に、まだそんなものを作るんですかと聞いたことがある。すると先生はさも軽蔑を禁じえざるような様子で、これを見たまえと言いながら、自己所有のシュミッドを出してみせた。見ると、さすがのシュミッドが、前後二冠一ページとして、寒布なきまで真っ黒になっている。自分は、へいと言ったなり驚いて、シュミッドを眺めていた。先生はすこぶる得意である。君、もしシュミッドと同程度のものをこしらえるくらいなら、 僕は何もこんなに骨を折りはしないさと言ってまた二本の指を揃えて真っ黒なシュミッドをピシャピシャ叩き始めた。全体いつごろからこんなことを始めになったんですか先生は立って向こうの書棚へ行ってしきりに何か探し出したがまた例の通りじれったそうな声でジェーンジェーン俺のダウデンはどうしたと婆さんが出てこないうちからダウデンのありかを尋ねている。婆さんはまた驚いて出てくる。 そうして、また、例のごとく、ヒやさーとたしなめて帰っていくと、先生は、ばあさんの一冊には、まるで、とんじゃくなく、ひもじそうに本をあけて、うん、ここにある。ダウデンがちゃんと僕の名をここへあげてくれている。特別にサオウを研究するグレイグ氏と書いてくれている。この本が1870年の出版で、僕の研究はそれよりずっと前なんだから、自分は、まったく先生の辛抱に恐れ入った。ついでに、 じゃあ、いつ出来上がるんですかと尋ねてみた。いつだかわかるものか、死ぬまでやるだけのことさ、と先生は、ダウデンを元のところへ入れた。自分はその後しばらくして、先生のところへ行かなくなった。行かなくなる少し前に、先生は、日本の大学に西洋人の教授はいらんかね、僕も若いと行くがな、と言って、なんとなく無情を感じたような顔をしていられた。先生の顔にセンチメントの出たのはこの時だけである。 自分はまだ若いじゃありませんかと言って慰めたら、いやいや、いつどんなことがあるかもしれない、もう56だからと言って妙に沈んでしまった。日本へ帰って2年ほどしたら、新着の文芸雑誌にグレイグ氏が死んだという記事が出た。竿の専門学者であるということが2、3行を書き加えてあっただけである。自分はその時雑誌を下へ置いて、あの字引きはついに完成されずに保護になってしまったのかと考えた。章終わり。